はい、はい、皆さんこんばんは。こんばんは。はい、水曜鶴見東大阪店ということで、本日は東大阪店からの生放送という形になりますが、お久しぶりの形ですね。東大阪店から久々じゃないですか。およそ多分1ヶ月ぶりぐらいだとは思うんですけれども、はい、いった形でございますね。真面目に、はい、ドア玉から出演させていただきます。いや本当になんかこの前もね、あの鶴見店来られた時はさすがにちゃんとしたおかしいですけども、あのちゃんとスーツで来られてましたけども、はい、こちらの方でなんかスーツ姿を見るのは、はい、事務所以来じゃないかなという改めましてね、はい、はい、といった形でございまして、はい、そしてマーシーさんこんばんは。こんばんは。お疲れ様でございます、はい、本日もねお忙しい中出ていただきましてありがとうございます。お願いします、はい、そして鶴見店からこの方いらっしゃいました、ベアンさんです。どうも。こんばんは、お世話になります。皆さんなんでそう3人離れて、はい、離れて並んでるんですが、もうちょっとね、あの近づいてくださいね、はい、うん、別に仲悪いわけじゃないんだから、はい、はい、よくはないけどねバッサリ言いますねそれね、はい、JP フラフラするんだって言われてますけど、ノリノリ店長だーってね、ノリノリ店長おばんですなんてコメント来てますけどもね、はい、といった形でございまして、本日はこのお三方でまずスタートという形になるわけでございますけども、はいはい、とりあえずね、とりあえずこれでいきましょう、はい、東大阪店さんから本日何か告知というか何かございますでしょうか。ああ、特にないです。ないんですか。はいいつもなんか水曜日、あのこの店舗さんに告知ありますかって聞くと、ないとあっさり答えられることが安定の特になしという形で、はい、いつでもかもんということで、はい、待っております。なるほど、はい、もう明日もね含めて、うちのね、うちの店の良さはこの後いろいろと見せていけるかなというふうに思いますんでね。なるほどなるほど、といった形でございます、ね、はい、はい、といった形でございまして、じゃあ鶴見店さんの方からは何か告知の方ございますか。はい、ないです安定のね、はい、ないです。もうね、大概あのね、もう他の店舗さん行くと結構この告知でね、時間をこう流れまして、がっつくなよがっつくなって話です。がっつくのはまだ早いと、はい、言った形でございましてね、もうあっさりないんだねなんてコメントも来てますけれども、まあまあまあ早速ですが、本日なんですが、はい、なんとなんとこれなんかイーゼルがちらりと、そうそうそう、これを写してください、この JP さん、あら、聞こえこれ、聞こえこれね、リクエスト台、最新台、あとリクエストね、名機復活というコメントもありますけど、もう、このコメント見てください、下のね、もうバラエティとは呼ばせない20円スロット気候なコレクションと、そう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 、いった形でございまして、そうそうそう、この気候なコレクションはいつ頃から導入されたんですか。いつっけこれ。今月の頭初旬という初旬ということでございまして、はい、まあ、そのあたりからこの新しくキココレという形で、ちょうどカウンターの、ね、目の前という形になりますけれども、ずらりと、名機、そしてリクエスト、お客様からいろいろリクエストあったりしたんですか。この辺そうですね、結構言ってくれるお客様いらっしゃるんで、はい、まあ、対応できる分は、うん、すぐに入れちゃうと。あ、なるほど、もう在庫というか、あの倉庫とかにある限りはもうできるだけ早くね、中古で購入してきたりとか。なるほどなるほど、古い台をこう集めてやってます、はい、これ縦に読むの、あの横に読むのって、あの縦に読むと言ってくれました、それ気づきました普通だな、ほんと。いや、さすがあのこう、ね、リスナーさん、キコーコーレ、キコーコーレ、はい、縦に読んでもキコーコーレ、キコーコーレ、はい、これキコではないんですね、キココレなんですね、これね、左上からね、はい、はい、といった形でございますんでね、はい、はい、あの貴重なコレクションということで、なんとこれ総台数何台になりますかね。ワンボックスありますからね、ずらっとパーッと映せますか。こちら、おっと、ずらっと浮きますか、これこちらの方になります、ずらっとワンボックス36台揃えました。36台、ああ結構な量ありますねこれね。そうそうそう、デビさん、ついでにそのこの壁の上の方も映せますかね。これ壁の上の方、この上ですか。この気合の入ったこの、おー、来ましたねこれね、20円スロット気候なコレクションね、エンジョイ気候なスロットという形で、これ見よがしにね訴えかけてるわけですよこれをこれ見よがしと、はい、いう形でございます。死の思いでつけました、はい、あれをつけたのは業者さんではございません、彼です、スタッフが、はい、というか、マーシーさん、はい、コーチンいらないんでね。あ、確かにあの社員さんがね、はい、作業すれば、はい、まあその辺はそうそうそう、あ、大東店の壁にあの貼ってるような、あの白木店長よく似てるあのジャグラーのあれもいいんじゃないなんてコメントも来てますけどもね、はい、またあれも ね注文するかもしれませんけどね、はい、といった形でございまして、ここのね、36台、はい、トータルございますんで、今日はここを使うと、そうそうそう、これをね
じっくりとこう眠ってもらおうと思いましてね。眠る、はい、眠るという表現なかなかいやらしい表現に来てますけれども、いじり倒してもらおうと思いまして、はい、といった形でございまして、本日の企画ですけれどもね、こちらになりました。どっちや、ごめんなさいね、はい、なんとなんとね、ごめんなさい、ちょっとこれ見てしまってね、はい、今日これハイアンドローという形でですね、やらせていただくという形であります。あのね、そう、ハイアンドローね、まだねゲストもねちょっとねチラ見したかもしれないですけど、あの来る予定ではいますんでね、はい、はい、この後にはね、ぜひぜひ注目していただければと思いますんで、本日ハイアンドローということはですよ、はい、これどういうことです？これね、36台今日設置しました、はい、設置してるうちのね、18台、うん、マックスにします。6にします、6にね、マックス、はい、やっちゃった。で、片やこれ18台、はい、1にしてますから。あ、まさにハイアンドロー。そうです、そうです、そうです。あー、なるほど、上か下かどっちかを、はい、ハイアンドロー、はい、ヘル・オア・ヘブンとでも言いましょうか。そうですね、はい、はい、まあ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 、メリハリをね、そうそうそう、こうつけてるという。そしてですね、そのハイとローを決定したのは、はい、あの年を皆さんご存知ですかね。ああ、年をさんね。年をという、だいぶ前になりますけどもね、はい、出演されたのね、はい、はい、あのジオンで有名な年をくんが、はい、はい、あの先ほど思うがままのこのセンスでもってハイとローを決定しとるわけです、はい、なるほど、はい、あのご自身、それはもうセンスに任したと。店長も知り得ないと。そうそう、私も一切わからない。一切知り得ない。で、まあ、それをね、はい、皆さんと一緒にこうカンパしていこうかなと。おハイとローくらいだったらわかるでしょ、さすがに。ああ、まあね、はい、さすがに上と下もこれだけ違いがあれば、はい、まあまあちょろっと打っただけでもわかるんじゃないと、はいはい、珍しくそういった、はい、企画ものをちょっとね、そう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 、用意をさせていただきましたんで、まさかの前代ベタフィンですので、この中で前代じゃないですかね、まさしく1対1で今分かれている状況でございます。16ハーフです、これは。はい、多分といった形でございまして、現在やるのがですね、せーの、ドン、ラインナップどうぞ。これはい、来ました、たくさんありますね。花火、豪炎高校応援団、ニューパルサー DX、 筋肉マン2、ドリームジャンボ、エヴァンゲリオンの ART ですね、ブラックラグーン2、スロットガロー、リング7日間と、エルカセブン2、バジリスク2、吉宗、これ極みじゃない方ですね、前のやつですね、マージャン格闘クラブ、秘宝殿の太陽ですね、ベルセルク、花の刑事、天2と、あとは早急のハフナー、南国育ち、獣王、セントセイヤ、喧嘩祭り、バイオハザード、新もぐもぐ風林火山2、化け物語、ドローンエンマくん、パイ勇気、ボンバーパワフル2、ラブジョーと、まあいいっすね、そうそうたるメンツがこう揃っていると。リクエスト台、最新台、メイキ、クソ台。すいません、あくまで店長個人 の、 あのあれですね、いや、まあ、感想ですからね、あの全体的にそうとは言っておりませんのでね、はい、まあ、あの数々の皆さんのね、はい、のそうそう、金銭をくすぐると、はい、そういう台をね、数々用意しておりますんで、はい、さらっとケース台とかね、クソ台とかね、言われてますけれどもね、はい、ブラックライクなーってね、間違いなくアウトとかね、コメント来てますけども。さあこれですけれども、今日どうしましょう。まず何を打つかっていうのをどうしましょうかね。マーシーの好きなやつ。なんかありますか。おすすめは。マーシーさん。おすすめなんかありますか。強引。お。ですか。あえて強引行く、うん。なるほど。はい。なかなか打てるとこも少ないと思うんで今。そう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 。はい、なるほどなるほど。約3年前ですかね。そうですね。ほぼ検定ギリギリという形ですかね、現状はね。切れましたね。はい。じゃあ、ベイヤンさんですよね、はい、僕、まあ、ご存知だと思うんですけど、目押しできないんで、目押しでしなくていい台って どれですか。いいね、あるね、それありますね。どれですかね、どれですかね、ほんまに全く全部目押しあるんですかね。幸福のチケットを君に打ちましょう。幸福のチケットを君に打ちましょう。ドリームエンジェンボーってやつですね。はい、なるほどなるほど。まあ、個人的にはリング打ちたいんですけど、目押しありますか。お前自分で言ったやろ。目押しいらんやつっていう形になってくると、まあドリジャンかなという気はしますけれどもね。あ、バジかなという声もありますけど。ああ、ありますね。まあバジと一応揃えるのはあるか、ボーナスでね、はい、じゃあ店長何に行きましょう。僕はまあ打ちませんけど、まあまあ、あ、店長は打ちましょうか。あ、ちょろっとだけ打ちますか。はい、じゃあコメントで、あ、コメントで決めてください。わかりました。じゃあね、リクエストだよね。現在ね、ね、161個目まで来てますんで、うん、165からお、あのちょっとコメントいただきますね。200番までコメントいただきます。その間にあの店長番号言っていただいて、それ座っていただきましょうか。187、187、さあどうだ。さあ今来てますよ、今来てますよ、うん、
帰宅とか横目といてますけど帰っちゃダメやからね、はい、187ですね。ルカワ君の身長ね、ルカワ君はいストップはいといった形でございます。はい、もういった、もう行きました。何すか187番、はい、スロットガロ、ガロですねスロットガロ、はいといった形で、はい、じゃあガロという形になりましたんでじゃあこれをね一応制限時間ちょっと区切りたいと思うんですよ。はい、どうぞどうぞ好きに区切ってください。はい、じゃあとりあえず今後でちょっと表示出しますんで20分、うむ、20分打っていただいて、うむ、はいかろうかを当てていただきます。いいでしょう、いいですね、はい、はい、それで当てれなかったらまあそれすなわち点点点というものがお待ちしておりますんで、はい、といった形でございまして、はい、確認できるよね。ん、ちょっと待ってください大丈夫ですか、大丈夫ですか、設定の確認のあれですか、本当の放送終了まで本当に設定わかんないそれ企画慣れたなくなっちゃうんで、はい、じゃあ今からね準備をさせていただきますんでどうぞよろしくお願いをいたします。お願いします。じゃあ音方すみません、はい、台の方に行っていただきまして、はい、はい、うん、ガロっていうぐらいから名作なんやろなってねコメント入ります、テコ入れ入りますってねコメント言ってますけど、いやーしかしこれスロットバレーって見事ですねこれね、ぐるーんと落としてください、ぐるーんともうずらーっと並んでますからね。さあじゃあまあ言ってた通りドリームジャンボでいきますかはい、はい、スローガロはどちらですかね、こちらにあっちの方ですね、あだいぶ向こうですか、トシオくんのセンスで16決めてますからね、はい、どうせドリームはあれでしょうあれかなというどうせ J になってますよそれ、お一番上になってる可能性が高いということですかね、はい、すぐ固まりますよあのね設定でいろいろとあるという話はあの台お聞きしてますけれどもね、はい、あ、すみません、すみません、はい、ちょっと持ってきますね。さあ、最後まで伸びれるかな届かない届かないという可能性が、今ちょっと、台をそのもの、台というか、今、MC 席を移動させるという荒技にちょっと出ておりますけれども。おお、とマウスが。よいしょ。はい。いきますよ、どこかなガロは結構遠いですよね、うん、ここで放送が終了しますね手書きのその紙何とかコメントきますけど、あこれね一応準備させていただくときに宣伝みたいなことをさせていただくんですね我々ね、はい、キコナチャンネル店長顔出し生放送ってねこういう形でやってるんですよ、はい、角度浅いな浅いところしか無理っすからねこのままやとね、マジでよいしょ、奥の方の台禁止にしよっかな、まあバジとかあの辺になりますね、ちょっとバジ向こう角っすよ、向こう角めっちゃ浅いっすねこれ、見えますかねこんな感じで、じゃあ遠くから映す形になりますけれどもちょっとそれ致し方なしということで、はい、もうちょい近づけるか、よいしょ、じゃあマーシーさんは何でしたっけ、5円ですね、はい、どこだどこだ、あったよいしょ、エンブレムとね、いいでしょう、よいしょ、こんなもんで5円高校はあこれか、了解です、じゃあおもむろに打ち出します、はい、すいません、よろしくお願いします、いいなー、ごめんね、コメントたくさんいただいてますけどね、マジマジ、じゃあ後で読みますんでね、はい、すみません、音量の音、お、なんだこれ、突然なんか始まってますけど大丈夫ですか、これ静かなやつ、はい、今うるさくなかったですかよし、そうそう次の台行こうかってねコメント言ってますからね、みんな優しい、これそれ、ね、ありがとうございます、あ最初やった、はい、動揺わらわらね、オッケー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 、今ちょっと一瞬見えましたかね、なんかね、あのね、暗いとこいた。ほら暗いところ。見えます？あ、暗いとこ。さあ、ベイヤーさんも早速ね、打ち始めてますけども。そうですね。はい。回さないと分かんないですよね。大丈夫ですよ。
はい、カメラ仕事せえって言われたんですけど、すいませんね、ちょっと今仕事させにかかりますんでね、少々お待ちください。肛門茶碗打とうっていうねコメントも来てますけどね。よいしょ。あ、ガロ来ましたね。はい、大丈夫ですよ。ガロもホーム来ました。3台来ましたんでね。はい、といった形で本日これでお送りさせていただきます。10オーバーというコメントも来てますんでね。また、あの、後で移動することもおそらくあるでしょうから。はい。うん、タルルートはいつからですかってね。今日は伏せとメカニカのことパクリと書いてますけどね。あ、大丈夫ですよ。全部カメラ見えてます。ちょっとドリジャンがあれかな。カメラ上なんで、ちょっと下げますね。はい。よいしょ。さあ、いつどうなるか。まあさすがにね設定上と下ですんで、あ、マーシーさん、あ、ちょっと待ってくださいね、音声入れますね。大丈夫ですかマーシーさん。あー、あ、大丈夫ですね。はい、オッケーですね。はい、うん、ガロ懐かしいなーってね、ドリームジャンボの画面が映えなさすぎとかいうコメントも来てますけどもね。まあそれは致し方ない。はい、うん、すいません、カメラ目線ください。過去誰とは言わないっていうコメントですけど。カメラ目線。うん、あ、左後ろですよ、左後ろ。あのマーシーさんは右後ろですね。はい。はい、大丈夫ですよ。はい、映ってますからね。はい。さあ、店長の方も今ちょうどガロ回されているところでございますけどもね。はい。誕生日の方、あ、今日誕生日の方いらっしゃったみたいですね。ハッピーバースでございます。はい。ありがとうございます。うん、よしこっちみんなってコメントも来てますけどね。うん、ハウスさん落ち着いていただいてるってねコメント来てますけども、じゃあねコメントね、たくさん本日もいただいてますんでありがとうございます。じゃあ行っていこうと思いますんで、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。はい、JP さん、東大阪の鶴見のスタッフさん、こんばんは、おばんですとで、ありがとうございます。はい、今日も総監督の企画ですかということで、持ち込み企画一応あったんですけどもね、本日はこのね、キコスロバラエティ推しということですんで、本日こっちの企画に急遽なれたという形ですね。皆さんおばんです、今日も山形県から見てますとで、ね、ありがとうございます。こんばんは、今日も福島県から見てます、ありがとうございますね。遠くの方から見ていただく方はいらっしゃいますけどもね。はい、バカス今日も応援してます、頑張ってください。でも人が襲来とね、また楽しみしていただければと思いますけどね。木村引退式再放送ってコメントしてますけどね。一応木村ね、主任、鶴見の木村主任は一応引退して総監督になると AKB みたいなことになりましたけどね。はい、あの選手そうなりました、なぜか。はい、バロン総監督は本当に出ないんですかってコメントしますけどね。ベイワン早速ハブアタックの結果報告よろってコメントしますけどね。あ、ハブアタックですか。はい、あれはもう5本もらって、はい、5本いつからなくなりました。毎日欠かさず寝ます。すごいね。いつかで使い切っちゃった。いつか使い切りました。僕まず栄養ドリンク好きなんで、何もなかったら絶対飲むんで。なるほどね。あ、 JP さんのカメラちょっと小さいのでちょっと大きくしましょうか。はい、ありがとうございます。店長コメント読んでるんですかってコメント来ますけどね。スロガロの実機が家にありますと、なぜか私の部屋に怒られてるって方いらっしゃいますけどね。これ今ちょっとね、あの、はい、スマホで設定差調べてるんですよ。おっ、ちゃんと見てる。そうそうそう、 今から勉強しよう。今から勉強する。結構企画発案者の割には意外とあれですね、アドリブ聞かなかった感じですね、この辺ね。ありましたね、これ。ありました、ちゃんと。主な設定差、はい、立ち回りアドバイス、はい、魔界ボーナスの出現率に設定差あり、あり、個設定ほど高くなる、高くなると。なるほど、当たり前やないか。それだけですわ。モンストすんなとか言われたらモンストじゃなかったみたいですよ、これね。はい、もう一回行きよ、待って、でも早くると8本ぐらいもらっていきます。あ、梅木さん行かれたんですね、ありがとうございます。ノリノリ店長、コメント読んでたら笑顔くださいって言われてますよ、店長。え、カメラに向かって笑顔くださいって言われてますよ、ノリノリ店長。あ、いい笑顔来ましたね、ありがとうございます。モンストですよ、ドラちゃん、コミオンいいから2日持たなかったやないかってね。ハバタックはベイアンさん、2日持たなかったんですか。いや、2日です、5日で、5日です、5本もらった。5日で5本、5日で5本。じゃあ毎日1本飲まんですね。そうです、毎日飲みます。さすがでございますけどね、ヤクルトもらいから、OK、予習してこいね、立ち回りをあらわらってね、20分で絶対分かったら苦労せえへんでって言われてますけどね。いや、ほんまに、はい、商売になりませんわ。まさしくその通りでございます。今来ました、皆さんこんばんは、またでありがとうございます。こっちみんな怒りってね、お勉強タイム、モンストですってね。今度店長にスロットの説明を求めますねなんてコメントも来てますけどね。はい、スマホがあればね、すぐ答えれます。手元に資料さえ合えばすぐ答えれる。そうそうそう、すぐスマホ出すから。なるほど。マーシーさんはあれですか、結構その子役設定さとかは頭に入ってる方ですか。いや、全く入ってない。全く入ってない方ということで、本日5円売ってますが、さあ上か下かこれ分かるんでしょうかね、お二方ね。あ、お三人方でございますけれどもね。はい、うん、毎日エロエロしてるのがベイアンって言われてますけどもね。いや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 、毎日はしてない。いやいやいや。
なんで照れてるんですか。散々この前発表しといて、はい、ね、ハブアタックが水曜日座りすぎて月曜がおこでしたんですいませんね、私持ってきましたんでね、はい、ベイアン彼女お疲れやったんやなってねコメント言ってますけどもね。いやいやいや恥ずかしいじゃないですか。お、なんか来ましたよ、ピシャンピシャンピシャンって音が。店長、ドリームジャンボの後継機サマージャンボっていうのは今度出るんですが、それについて一言どうぞ。ね、あのもういいかなバッサリすぎるバッサリといきましたね、はい、でユーザー目線でですよ。まあ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 、あ、まあ、そんなにね、あの台多くてもっていうところではあるんでしょうかね、これはね。ね、前々もハブアタック飲んでたしね、55キロ負けたって方、55キロ負けたって方いらっしゃいますけどね、すいませんね、このね、また来てください。目押しもできないやつが設定分かるわけやらーいってコメントも来てますから。その通りですね。ただね、ただね、ドリジャンはちょっと一味違いますからね。あ、はい、そうなんですか。はい、しばらく経てば分かると思いますけどね。あ、監督に試してもらいたかったハブアタックってね、コメント来ますけどね。55キロ負けるやん、でも550キロ勝てるかもって言ってしまうよねってね、照れんな今さら、もうええかなってね。あれさって、さっき言ってたケース代って何のことかなとか言われてますけどもね、うん、まあ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 、ドリジャーに関してはね、まあいろいろございましたから、次はオータムジャンボかななんてコメント言ってますけどね。JP さん、今日は綺麗なその画像が、新しい画像ありますかと、ね、ごめんなさい、ちょっと準備不足でした。それはちょっともね、まだ用意できてませんけどね、はい。キコナ打ってみたいなと、本当近くにないのが悔しいって方いらっしゃいますね。大人の対応ってね、もういいんだ、ストレートで分かりやすいってコメントも来てますけれどもね。また今度はなんかあれですね、水着のパネルで出るという話はなんか聞きましたけれどもね、はい。サマージャンボ、なんかパネルは今度違って、なんか 下がえらく萌え系になったという話はお聞きしましたけどもね。なんか自分で選べるんですけどね、はい、あ、そうなんですか、あれ。チケット使う使わないみたいな、これ言っていいんかな。あ、まあまあまあ、そんな台になってるみたいです。へえ、そうなんですね。それは、あの、じゃあ、ストック、なんかストックできるような感じになってるっていうことですかね。その辺は、まあ、まあ そのチャンスがあるよと。なるほどなるほど。お、ちょっとそれ楽しみではあるかなという気しますけどね、はい。まあまあ、いい。あ、 PV 見たけど羽物のランマ面白そうだよねということで、羽物のランマ、店長は羽物のランマか、はい、羽物はね、申し訳ございません、うちにはちょっとないんですよね。ああ、もうすでにあれ導入始まってましたっけ、羽物のランマは。ランマってまだじゃないですか。まだですよね、はい。おそらくは、まあ、あのまだちょっと先になるかなっていうところもあるかもしれませんけどね、はい。うん、ベイヤン何発ってねコメント来てますけど、当たったっていうコメント来てますけど、そうなんですよ、若干当たってるんですよ。何やっても ここ光っとったんで。あー、っていうか何気にベイヤンさん当たりましたね、これね。そうですね、はい、これってあれ ここ光ってるところから打ったらいいんですかね。そうです、そうです、そうです。あの左下のところにあのこれがあの数字で出ますんで、1、2、3って、それに従ってこれで1、2、3ですわ。あ、そうなんですか。左下のところね、はい。そういう形になったらベーン当たってる、わらわらってね、当たった、ね、こんなとこで愚痴になるってね、コメントも来てますけどね、はい、ね、いつ当たったのって。ちょっと音ね、小さめにしてますんでね、本日ね。 J って、はい、普通に当たるんでしたっけ。普通にも当たるは当たるらしいですけど、あの初回フリーズが、フリーズじゃねえの、絶対違うの。あ、でもなんか今まだなんか止まってませんでした、ベーンさん。7揃ってましたよね、今ね。7揃ってました、また、はい、えらく7揃ってましたけど、さあどうだったのかな、これに関しては。ベイアンオメってね、当たったら言うよ、プライベートちゃうねんかっていうコメントも来てますけどもね、はい、ちょっとコメントを読んではったんで。あ、いやいやいや、すいません、あのバンバン言ってくれていただいて結構ですからね、その辺はね、はい、はい。ちょっと、いやいや、本当にね、店長浮気メール打つだとか言われてますけどもね、はい。JP 先輩、初めてスロット打つなら何がいいですかっていうコメントが来たんですが、どうでしょうね、初めて打つスロット。一番分かりやすいのはやっぱりジャグラーかなっていう気はするんですけどもね。あとはもう最近のパルサは告知がありますんで、まあ、あのこのその辺はノーマルタイプが一番打ちやすいかなと思いますけどね、はい。フリーズが出るまで帰れない番組のことですが、フリーズが出るまでやったら間違いなく帰れなくなりますんでね、はい。バジ絆はどうかな、ね、ふわふわした配信やなって感じますけどね。ベイアン状況説明せってね、はい。JP さん、キラボシで場を盛り上げてくださいってコメントも来ます、ね、あ、絆面白いよねってコメントしますよ。バジ絆はちょうど裏手になりますかね、この島のね、はい。ちょっとバラエティとは違うところにございますんでね、はい。AT ならバジかなってコメント来ますけど、うん、絆はやめとけ、回数天井とか知識がいるってねコメントも来てますね。
さあ今のところ動きがあったのはベイアンさんの初当たりのみですかね。おお、なんか光ってますね。光ってる。よく全然よくわかんないんですけど、なんか途中でなんか当たってますもんね。7揃った分だけ多分もっぺん当たりが来たのかな。あ、そういうことなんだ。だと思いますけどもね、それ。はい。ハイリスクでゴッド目押しいらんやないか。まあ確かに目押しはね、いらない部分はあるかと思いますけどもね。はい。初めて店員さんを口説くときはどうしたらいいですかというコメントも来てますが、店員さん口説くときってまたまあね、アンダースリーさんは一応本気であれば社内恋愛は OK という話はね伺っておりますんでね、はい、うん、まずは目押し練習ができる不足告知の A タイプが定石じゃないかななんてコメントも来てますけどね。そう、あのマーシーさんの名前をね今ちょっと、名札を探しておりました、はい、大変申し訳ございません。JP さん、伏せでは J5P やら P3G やら H3T とかやるのが仕事ですよね。仕事ではないんですけどね、はい、あ、ありましたね、マーシーさんの名札が来ましたので、お、JP さん、これ当たりましたかね、私。当たりました、前兆ですか。なんかね、もう甲がめっちゃ走ってましたからね、はい、これはぼちぼち行きそうな感じしますけどもね、ほれほれほれ、はい、もう金色の緑の、ね、緑ですね。さあどうかな。なんて書いてある。ゲテウリュウ激破せよって書いてますね、はい、さあどうかな。走ってたわけね、コメントですね。ベイアン終わったわけね。ベイアン彼女との出会いを教えてとか言われてますね。ベイアンさんいつなんか終わってましたね。終わりましたね、はい、これこうやって A タイプってやつですか。いや違いますよ、これものすごい AT 機ですからね。あ、これ AT 機なの。ものすごい、回してたら分かる AT 機ですね、はい、あ、そうなの。日本語で OK。 マーシーさんは剣道着のイメージが強いって方いらっしゃいますけどね。あ、そうです。マーシーさん前剣道着着られましたっけ。そういうの多分2回ぐらいやってると思うんですけど、かつての、はい、ですね、だいぶ前の話だと思いますけどね、はい、お、因果消滅しましたから。消滅しましたね、さすが店長来ました。何引いたかな。スイカ引いて、あ、強チェリー多分引きましたね。あ、強チェからの方の当選ですからね。ボーナスの方かな。おお、店長倒したってね言われてますけどね。今来ました、こんばんは、ありがとうございます、うん、とりあえず頭上から顔が出たら大当たり。それ別のダイヤがパチンコの方やからね、はい、うん、それでいいかとか言われてますけどね。確かね、はい、設定差はね、初当たりが軽ければ高設定で書いてあったんでね、はい、これ高設定ですわの可能性が高いと。もうこれはこれも6っすわ。6っすか。これ6っす。なるほど、6っすね。なるほどなるほど、上と見た。さあマーシーさんの方はどうだ。角6 角6はまだ出てる。 あケロットから来ましたね、マーシーさんね。これ多分この前も1回出てるっぽいですね。あ、そうですか。見間違いかもしれないですけど、はい、さあどうかな。ケロットね、ケロット柄は出てますよ。あの当時の山佐さんのケロット柄は信用したらあかんやつですか。いやいや、まあ、あまり言わないでおきましょう、その辺はね、はい、さあどうだ。店長の方はまず ART の方入りましたけどね、はい、ああ、店長のカメラ、もうちょっと店長のカメラのところ今ちょっとギリギリなんですよ、これで。ごめんなさいね。ああ、大変遅くなりましたが、ドラえもん店長シールありがとうございましたっていうコメント来てますけれども、あの、もらいに来はった方ですかね、これ。あ、実際にその説はどうもありがとうございました。ありがとうございます。店長の方から厚く御礼を申し上げております。あと、ね、そういえばあの JP さん応募来ました、ちゃんと。あ、来たんですか。5通来ました。あ、ありがとうございます。はい、ですんで、あの、送った方に関しては必ず送らせていただきますんで。そうですね、今しばらくお待ちくださいね、皆さん。改めてですが、ドラシール欲しい方はどうしたらいいんでしたっけ。私のツイッター、あ、 JP さんのツイッターの方に、はい、ツイッターの方にダイレクトメール送ってください。ダイレクトメール送ってください。よろしくお願いします、はい、送料は JP さんが負担していただけますので。もう私ポケットマニーから出させていただくことは決定しておりますんで。私を困らせたい方はぜひぜひ、ね、送っていただければと思います。今日の台の紹介をお願いですということでね、左下ですね、乗り乗り店長の方は今スロットガラの方を売っております。ベンヤさんの方が、ドリームジャンボですね、幸福のチケットを君に。マーシーさんの方が、応援高校応援団、はい、を売っておるといった形でございますね。さあマーシーさんも当たりましたね、なんだかんだ言いながらね、はい。さあ全部初当たりは引きましたけれどもね、はい、
ドラちゃんおめえケロット柄ちゃうでカビ柄やでって、ね、コメントも言ってますけどね、はい、魔界ボーナスなしかってね、俺も彼女との出会い知りたい、聞こえこれ客増やすのわからん店長の発言でね、コメントいきますよね、店長何の台を打ってるのってね、スロット柄でございます、今からでも間に合いますかってことで、間に合います大丈夫です、はい、送ってください、オカルトプーシールはということで、あの実際に、今回、言っていただいた方はドアちゃんシールと同時にオカルトさんシールも送らせていただきます、はい、ただし本州以外の方にいただきます、そういうわけじゃないですからね、はい、オカルト店長のシールはどこかでもらえるんですか、とオカルト店長のシールはね実際に今あの天ヶ崎中央店にいらしてますんで、そちらに行ってももしくは鶴見店に来られてもね実際にもらえるということですよね、マニーわらわらと、スロガラは純造 2.2 にしてゾーンつければ雷だったと思いますね、ああツイッターでなんか埋め込み置いておいてねってコメントしますけどね、俺はちゃんと横浜から取りに行くので1枚か2枚ほど確保しておいてください店長って言われてますんで、店長1枚か2枚はい、あの必ず胸に持っておいてくださいという形で、あ JP さんのツイッターにダイレクトメールを送りますので、分かりました、はい、本州外とは限りません、どうしてもね遠いという方のみ、はい、あそうだそうだ、はい、という形で近所の人は取りに来ないといけないっていう、そうそう、あの近所の方はこれ本来はあのシールっていうのは店舗さんにね来ていただいて、そう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 、実際にねこう実際に用意していただいて、まあその起点というかね汽笛は ついでといったらあれですけどもね、きっかけになればなと思ってやったことですよね、そうそうそう、はい、ノリノリ店長ダディにツイートしたって方いらっしゃいますけどもね、今早っ早速か、はい、行動早っ、うん、いやこれ何でしたっけ、はい、おデカチで止まってます、あれどうかな、今なんか止まりましたね今ね、キバ、はい、チャンス、キバチャンス、さあどうかな、キバチャンスからなんか入るんですよね、そうですね、はい、なんかに入るんですよね、特化でしたっけこれ確か、どっちかっけな、いやね、なんか、なんかです、あ、天ヶ崎中央に選手行きましたが知らないと言われたって方いらっしゃいますんであ、向こう言ってへんのかな店長ひょっとしたら、そうです猫かぶってますね、いやそれはいかんな、逃げたな、わらわらで、ね、行動力に定評のあるキコちゃんリスナー、あオカルトさん、オカルトさんは言ってはるけど店員さんの方が知らなかったということかもしれませんのでね、またその辺は連絡を取ってみようかな、こっちからもね、はい、今日やろうっていうコメントきますが、さあわらの方どうかな、これは返信はしてますね、今日も玉崎に勝ちゃいいんでしょ、そうです、そういう形になりますね、これはどうなんですか、うん、これお、ああああやっぱりか、やっぱりこれが来ちゃったか、何固まった、固まった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 、これ どうしたらいいですかね、これで、ね、一番下で止まらなければ次の段階行けば熱いっす、上、あー行かないか、33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 
最大で、おおおどうだ、唯一の店、ああれあれ、まだまだまだ止まらない、まだ止まらないよ、おまだいけんじゃんぞこれ、あてかこれほんまにフリーズしてる、あのフリーズ今しましたね、動かない、動かない、いや分かんないです、でんって多分ね、あの中で音鳴ってると思うんですよ、めっちゃ音聞こえないですよ、あ上上がるんちゃうんですか、あ上上がった上上がった、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 いったな、行きましたね、さあこれでさらに上上がりますよ、2等かドリームショーか、3等か4等かが決まります、はい、これが一応現行期最長のフリーズ、最長のフリーズと言われてるやつですねこれね、さあどうだな、どれを引くかな、やっぱり設定ジャンボかなっていうコメント来てますけどね、ですな、うん、チェイですね、なんちゅう店はまだ30分っていうかね、他の人もフリーズしてるなんてめっちゃ注目してますけどね、他の人がね、いや今日一ですから、今日一ですねこれね、この店場もう米安今日見せ場ないですからね、そうですね、この後消化するのみになりますからね、ひょっとしたらね、ここだけ見ておいてやなんと、ほんと長いよね、マーシーフリーズって言われてますけどね、明日これうちに行くわって方もいらっしゃいますけど、ぜひうちに来てください、東大阪店ですからね、うん、はい、消しとくけどね、はい、これに関してはね、まあ AT の残りに関してはね、お、あ上行かないか、2等ドリームショー、また動く、また動く、長い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 な、上行ってほしいな、上行ってほしいな、これまださらに、まだ行く、まだ行く、4、あ、止まった、あ、4ですね、あー、4等 4等賞4等賞なんぼでしたっけ、これ
ペット押しは出ますかね。はい、はい、ということで、逆から7ね、はい、ボンボンボンと。ダブルラインやったら、ダブルラインやったら、ああ、これシングルラインですね。はい、ダブルラインやったらちなみに2倍になりますからね、数が。はい、AT 数が2倍になります。これあかんわ、心臓止まるわってね。で、4等賞は？さあ、ふわふわしますよ。ギュ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 って上がりまして、555。これ、あ、上がった上がった上がった、上がったよ。666。ああ、666ですね。はい、666ゲーム AT 開始。666ゲームもあるんですか。666ゲームです。これ純増何倍なんですか。2.7 でしたっけ。そう、やばいっすね、まあ、2.5 か 2.7 ぐらいありましたけどね。なんだよ4等かよってコメント来ますね。まあ666はすごいかってね、コメントね、長え長え長ってね、はい、はい、というわけでございまして、4等お見事でございました。まあこれでまあ分かった感じもしますけどね、ベイアンよく分かってないよと。ビンゴと比べるべきですかっていうコメントも来てますが、うん、あ、4とでも666あるんやってね、コメント来てますけど、ベイアン頑張れよってコメントも来てますけどね。いや、そうね、本当に、はい、あ、スロットガロ回してっていうコメントも来てますが、さあさあ、もう言うてる間に京本政樹の決着つきますかね、この辺ね。炎症撃破っていうね、はい、中2が考えたみたいなあれ来ましたか。はい、さあどうかな、うん、強攻撃わらわら1撃2戦かってね、うん、666すごいな、オーメン打ちたくなる方いらっしゃいますけどね。店長はセイン神と戦ってるんですから、セイン神はゼロの方ですねこれね。まさきとやってます。そう、京本まさきの方ですね、そっちはね。あ、ダメだ、あー倒れた。復活はトータル161、一撃って書いてある。あー終わった、引き戻し店長。今のところってどう、設定差あるんですか。はい、今のところ設定差あります。多少はあるかと思いますけどもね、そこまで激しいかな。あとは子役関連ですよね、スロガロとか懐かしいしね、恋愛生きてるってね。今のドリジャンって確率どのぐらいですかっていうコメントも来てますけども、あー、あのロングフリーズですが、通常時はなんか設定差だいぶあるみたいですけどもね、はい、まあ、これ6ですよね。まあ一番上と言っていい、ね、いいかもしれませんけども、うん、弱攻攻撃は豪華で円早いもんね、この木村さんってるんだな。ガロの設定は分からない。あ、ちょっと今ちょっと揺らぎましたね。何がいいのか何が悪いのか分からない。さっき一応あの6かかもしれないなんていうコメント来てましたけどもね、うん、襲来はバロンかな、木村はハブアタック中ってね、スロガロはやっぱり点点点とか言われてますね。分かんない、何も分かんない、うん。とか言ってる間にマーシーさんもあれですね、何気に終わってましたね。はい、結構前にあっさりと、あっさりと終わってましたね、はい。じゃあ残り2分で、じゃあ設定カンパの方、設定カンパも減ったくれもあるかどうか分かりませんが、はい、カカカカカモーンって言われてますけども、さあどうかな、皆さんもう設定の方は分かっちゃったかな。まあ分かったのは多分ガロは猫科だってことですね。一応耳ついてますけどもね。一応耳はついておりますが、はい、もう満足しちゃった。店長的にはもうすでに満足の息出したということですんでね、一回なんか引いたしね、はい、まあ分かりましたよ設定は、ね、分かりましたか、はい、じゃあお三方にはちょっと紙配りますんで、はい、そちらにあの設定オーバー書いていただく形でいきましょうか。 OK です。はい、すいません、はい、店長、2分の1ですもんね。そうですよ、1は6ですから、適当にやったって当たる、はい、じゃあ後ろのね書いていただいて、後ろに、はい、後ろのカメラの方にさせていただくと、敏夫さんがあの設定持ってくる、はい、私の方に届いております。あ、届いてます、届いておりますんでね、はい、大丈夫ですよ。何、お紙に書いてくれてんの。あのちゃんと、はい、あの今見せれないですけども、親切ね、はい、ちゃんとあのこれがこれが上、一番上ですという形で、じゃあいいですかね、はい、これじゃあ皆さん決まりましたか。はい、はい、決まりました。あ、ガロは犬かじゃないかってねコメントも来てますけど、ね、え、マジで猫じゃね。オオカミってどうなんですか実際、犬、あ、そっか、オオカミか、
あ、そうですもんね。ですよね。犬系になるんじゃないですか。そうですね、むしろ。キバローですもんね。豆やな、店員の鏡やってね。でも、としおくん呼んでよってね、コメントも来ますけどもね。さあ、じゃあお三方、カメラの方に向かって、はい、おかけになった設定いきましょうか。はい。せーの、ドン。いやー、もうこれでしょ。ラック。マーシーさんは1。はい。レアさん6。はい。というか、まあ一番上だったら設定 J になりますかね。はい。ノリノリ店長の方は6を見ましたか。6。もう差異がわからないと。なんて一回なんか当たったからね。なんでしたっけあれ。牙なんとか。はい。牙チャンスかな。はい。6。じゃあまずはね。牙チャンス当たりやすいってサイトに書いてあったからね。まずそこの情報を鵜呑みにしたということでございますね。スマホありきなんで、ね。うん。究極 V アタック見せてってねコメント来てますけどもね。さあ行きましょうか。じゃあまずね。はい。まあ、ベイヤーさんはね、うん、行きましょうか。さらっと行きましょう、さらっと、はい、じゃあ行きましょう、はい、ベイヤーさんの設定 J ということは6でございますね、一番上でございます。はい、きたー。じゃあ J ね、 J の初当たりってフリーズだけじゃないんですね。じゃないんですね、ちゃんと調整してるんですね、この辺ね。まあ、その前にも当たってますからね。当たってからってあるんですね、はい、ちょっと珍しいパターンでしたけどね、はい。じゃあ店長の台行きましょうか。はい、店長の、スロットガロ。はい。6でございます。はい。おお。さすがですね。やばいこれ。書いてあったもん。スマホで調べた。スマホでちゃんと調べた。はいはい、書いてありました、ね。はい。文がございましたね。当たりやすいって書いてあったから。はい。じゃあ行きましょうか。はい。マーシーさん。強引高校応援団。設定。6でございます。引き弱え、引き弱えな。はい、といった形でございまして、ご縁の6なんてもう一生あんた触れないよ。ここで分からなければということでございますね。次何やりましょうかね。じゃあ次何行きましょうか。残りたくさんございますけれども、はい、はい、いやあちゃーってね、スマホの力すごいなってね。店長の罰ゲームが見たかったって方もいらっしゃいますけどもね。スマホですよ、スマホ、世の中は。何ですか次は。じゃあ次何行きましょうか。じゃあとりあえずあれですね、はい、マーシーさんには駆けつけいっぱいやっていただきましょうか。あのそこ座っていただきまして、今このカメラ生きてますんでね。なんか飲むの。はい、じゃあこうカメラがね、こうございますんで、はい、はいはい、じゃあ大丈夫ですか、はい、はい、映ってますよ。本日もやってまいりました、沖縄県うるま市さん名物のに元気どん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 ということでね、のにジュース本日も準備させていただきましたんで。国産それ。国産でございますよ。へー、はい、のに一応あのインドネシア産のやつもあるらしいんですけど、ね、前までのやつは前やつはインドネシア産やな。これはちゃんとね、あの沖縄のお土産物屋さんでね、いっちゃん強烈なやつ何ですかって聞いたら、これを勧めていただいたという、あの由緒正しき、のに元気でございますんでね、はい、やばいですね、見ただけで絵付きが始まるような感じですが、はい、フラッシュバックしますからね。いろいろと、はい、いろいろとフラッシュバックしてしまう、はい、さあ行きましょうか。じゃあカメラに向かって、はい、いただきます、はい、うん、いいですか。はい、よいしょ。ああ何回やってもリアクションは一緒ですけどね。まあ仕方ないですね。はい、それお前のさじ加減やな。ごちそうさまです。はい、のに最近大活躍やねってコメントきますけどね。くっせえ、もうくっせえわ。いや、僕怒られても。こっち来んなよ。すみません、うん、体にはええんやでってのに大活躍。マーシーは刑事行ってほしいなんて方いらっしゃるね。友情正しきわらわら。いろいろコメント来てますね。肉肉、AKB 秘宝伝00009は違うな。ファフナー AKB とかね、いろんなコメント。セイントセイヤ、セイヤナついてね、コメントも来てますが、じゃあ獣王もやってほしいっていうコメントも来てますけどもね。獣王ね。さあどれいきましょう。とりあえず米安には、はい、目押し不要機が必要なんですが、結構目押しいるな。いるますね、なんだかんだ言いながらね。ほら、ライン、でもパンサー系はまだ
止めやすいですか？止めやすいです。止めやすいですよ。あとは告知ありますからね、なんだかんだ言ってこれ完全告知ですからね。はい。パルサデラックスですからね。うん。あとラブジョは名刺いらんって方いらっしゃいますけどね。吉宗。うん。あ、行きますか？あ、どうぞ、あのそれはあのそれぞれ変えますんで、はい、大丈夫ですよ。はい、カメラの方はね。うん、マーシーは次間違えたら次回登場はお兄さんで出演希望って方もいらっしゃいますけどもね。はい。ノリで JP さんが元気になった。ベイアンさん、ベイアンにセイントセイヤ。メイキービアミオシラン。さあ、どれいきますか皆さん。まあ、僕、セイントセイヤ言うてくれてるんで。あ、はい、あと移動します。はい。さあ、ラブジョ。あ、じゃあ行きましょうか。今こっちです。今奥のやつ、これです、これです。よいしょ。あ、じゃあ手前側から映しますね。よいしょ。さあさあさあ、はい、じゃあどれ行きましょう。目押しいらなさそうなやつね。エヴァ ART なんかもいいじゃないですかね。懐かしのボンバーパワフル、まあね、カイジでええやんってね。エヴァ ART 勝手にリンゴ揃うでしょ確かにリンゴ揃いますけど、確かに揃いますけど、リンゴ揃えてりゃいいんだリンゴさあどれいきますか、お三方は迷っておりますけれども。でマーシーがケージね、うん、はい、ケージ。マーシーのマッスルバスターが見たいって方もいらっしゃいますね。マッスルバスターってこれ筋肉マンかな。あ、肉ね。ドラちゃんはバイオ、エヴァ行こうってね。ボンバーパーフは液晶じゃなかったって。そうですね、液晶リールキーですね、前代のやつね。はい、ちょっとエヴァンゲリオン行きます。エヴァンゲリオン、あ、エヴァ行きますか、ね、はい、はい、じゃあ肉、肉、ね、当たったらウォーって言います、うん、静かにしとっていいからなぜそこでなぜそこで、そういうアピールの仕方をする、はい、肉とね、肉とケージ、はい、打ちますよね。肉とケージ、はい、了解です。じゃあカメラ持っていきますね。さあ時計準備せないかな。よいしょ、どうぞ。はい、このケージに至ってはあれですからね、シュラじゃないですから。あ、シュラじゃない方、前の方、 RT ですか。そう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 、あー、向こうの方か。天ですのね。天を何でしたっけ。天に愛されし男です。そう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 。勘と書いて男ね。そうですね。よいしょ。こんな感じかな。お、ありがとうございます。よいしょ。足ちょっと引き気味でね。引き気味で、ね。はい、ありがとうございます。よいしょ、はい、オッケー。じゃあ肉と、ケージですね。はい。はい。はい、じゃあ行きましょう。肉をねぶりましょうかね相変わらずいやらしい表現をしますねこの辺ね。よいしょ。さあ早速やっちゃいましょう。いきますか。はい、ガンガン回していって。懐かしのエヴァ ART、 はい、行っていただきましょう。よいしょ。じゃあ3画面戻しますね。肉をねぶるってね。KS 台2つするんか、肉といえば ART とね。オートリンゴ機能がね、足し並べられるべえやんでね。この台は、あれですね、珍しいに古いと書いて、チンコ台コーナーですかってコメント来てますけど、貴重なコレクションってことでね、名機復活、まあ、リクエストであったりとか、まあ、最新台も含めてですけどね、まあ、花火とかも入っておりますんで、はい、また、皆さん、東大阪店に来られた際は、一番奥のね、ストロト島、一番目立つところにバーンとありますんで、はい。ぜひぜひ皆さん楽しんでいっていただければと思いますんでね。とりあえずそのチンコ台っていう響きは気に入りましたけどねちょっと卑猥な感じが、はい、ちょっとワイザスな感じがしますからね。はい、じゃあマーシーさんがこっちですね。はい、チャンス。じゃあノリノリ店長がこっちと。どうやって打つんだこれ、どこ狙うんだ、はい、もうすでにその時点からあれですね、名機復活ですからってね。うん、やばい、KS 大大賞受賞機種じゃないかってね、コメントしますよね。導入前のエヴァ初 ART 搭載機あるなんてすごいわ。そっちじゃないですからね、これね。はい、制限時間15分で、15分でいきましょうか。はい、全員正解したら JP さんが罰ゲームしたね。分かりました、受けて立ちましょう。はい、うん、東大阪の肉が熱くなっておるわってね、コメントいきますけど。でも、前方のランキングで先週1位が肉でビビった。8800万円。すごいな。うん、あれゲスパワーかなって感じで、ね、マジで、はい、いやすごいね、8800枚いったらなかなかですねこれね。8000も出んのこれ。出るらしいですよ、はい、聞いた話によると、はい、ケース代だらけやなって感じですね。ラブジョは名機って方もいらっしゃいますけどね。うん、サミーとヤマソン台打ったら見るのやめるってこういうとこ言ってますけどね。ノリノリ店長は PCG で、水曜名物エウレカがって言われてますよね。エウレカを愛した男って言ってね、かつて木村主任がやっておりましたけどもね、はい、
ゴスロでも戸惑うメンツやんけってねコメントきますけどね。ダディ刺激がコメント入れてる、マジか。あのハード店長ですね、明日多分登場するかと思いますけども。マジっすか。はい、明日木曜日ね、神戸エリアになりまして、明日生田川の放送なんですけども、おそらく、神戸中央ストロとかのハード店長も出られるという話をお聞きしてますけどもね、このコーナー作るんやったらゴッドか北斗も並べといたらよかったのにってねコメントも来てますけどもね。はい、店長 KS 大候補やったら牧場も入れてほしかったなーなんてコメントも来てますけれどもね。牧場どこ行ったっけ。あれ牧場はゴスロ、ゴスロ、あ、ゴスロの方にあるということですんでね。ゴスロに格下げなのね牧場だけにね来ましたね。二重にあったんだけどな、あれ。ああ、あのあれですか、最近移動したという形になったんですかね。ちょっと前ですかね。うん、木村呼んでよってねコメント来ますけどね。店長粗大ゴミ置き場から拾ってきたのってねコメント来ますけど、拾ったわけではございますんでね、はい、ちゃんと検定通しておりますんでね。あら、これ来たんちゃいますか。あれ、なんかいきなりなんかナビ出てますよ。出てますね、出てますね。もうこれまた6でちゃいますか。うわ、ーってね、牧場面白いですね。エヴァって ART 出てたんだかっこ棒って。フジコも入れてほしいって方もいらっしゃいますけどね。フジコあの RT& ボーナスのやつでしたかね、確か。うん、久々にエヴァを打ちたくなってきたってね。検定切れかな。あ、もうぼちぼち検定切れになってますかね。もうなっているんじゃないですかね。結構前の代ではありますけどね。これに四天王、あの仕事人が入れば四天王になるなってねコメントも来ますけどね。うん、刺激がドラちゃんにカレーうどんの美味しい店を教えてだってっていうコメント来ますけどカレーうどんの美味しい店、なんか知ってます？カレーうどんの美味しい店ちょっと笑い入ってますけどなんでそれ今聞いたんやろてかベイヤンさん何に当たりました。当たってるしって、ベイヤン撃破ってエヴァハイヤーってコメント来てますけど、これまた来たんじゃない、これ積もったんじゃないの。6っすねそれさあその言葉に乗せられるか惑わされるかはベイヤンさん次第でございますけどもね、はい、僕ね、プライベートじゃこんな感じですからねあ、なんかだったらもうこれ6だなおい隣で言うんですかそれ、むしろ自分で言うんですかそれは。まあそんなはなんか自分次第ですからね、設定がどうとか、ね、まあそう自分の中で数えて北総 M っていうのもね、また一つ楽しみではございますからね。やっべ何これやっべでっかいクラッカーで大当たりってなんだこれいきなりバッサリ来ましたね。ノリの店長当たった、見事、おめでとうございます。ベイヤン覚醒したからってね、若子いやね、バケって言われてますけど、ベイヤン揃い前に何ゲームかかるか予想しようって方もいらっしゃいますいや結構かかりそうですね、今頑張っとったんですけどなかなか見えへんくて、うん、もう一回、ね、あ、今から実証です、ありがとうございますね。もうこれ何でしたっけ、これ勝ち進むやつでしたっけ。マッスル、そうですね、ずっと進んでいって、確か上乗せというかゲーム数の上乗せの仕方とかだいぶステージによって変わってくる台だったと思いますけどね。はい、途中からベルナビ、そうあのベルナビになったりとか枚数管理になったりとかゲーム数管理になったりとかっていうそういう台ですよね。ベイヤンのっけからいきなり来ましたね。ベイヤン覚醒したからってね、おもろいやん結構初当たりそのものに関しては早い機種ではあるというふうに私も認識はしてますけどね。さあ書きましたね、マッスルボーナス。わ、これあ、これはバトルモードで、肉も早いな、無駄引きって言われてますけどね。これ7揃えるまでもしかしてって、いかないですかうるせえ、早く揃えろいやさっきからもう全然揃えれないんではい、じゃあマリポーサと戦います。お、はい、勝利期待度が 50% こんなんやったっけ、 50% から始まるんやったっけ。あー、いろいろ、ステージによって変わりますよそれ。ウルトラマン、あれですね、キニコママリポーサのやつですね。はい、それパーセンテージなんか溜まるやつじゃなかったかな、 JP 見かねたって笑わかんないけど店員呼べばって言われてますけどね。この時点で 50% で勝てるんだったらもう勝ったも同然でしょこれ。いやー、その後っすよそれは。マリポーサみんなから無理ポーサってよく言われてましたけどね。ベイヤンのガバガバ目押しで、そこで目押しが必要やったなってコメントきますけど、マーシーさんの方は今のところ動きはなし。はい、ボーナスも引いてない状況ですね、現状ね。はい、さあ店長の方はここからいかに伸ばすかというところもありますよね。さあベイヤンさんの方はちゃんと私の方がね目押しいたしましたんで、
さあスペシャルゲストの方はまだかな、まだ来てませんね、はい、マーシーさんの方のあのケージもだいぶと懐かしい機種にはなりますけどもね、この辺ね、確かどういう何年やったかな、結構前やったイメージありますけどね、新しくまあ AT の方の、あのケージの方も出てましたけども、さあ金額のあの何も起こらないよずっとね肉とね肉がねぶつかり合って、そうですね、全く何が起きるわけでも情けな感じになってますねこれね、はい、ねえ機械割り詐欺の刑事かって言われてますけどもね、結構純増枚数としてはあんまりいかないんですけどもね、はい、RT がドカンと数乗っかるというイメージが私の中ではございますけどもね、友情パワーだ、お、ちょっとテリーマンカットに入りましたね、はい、うん、ベイアンとチョダマスオとコマコマバロン木村の主任四天王で番組やってほしいってこと、あプラスだな、7枚ですね、はい、3枚数管理ってことになりますね、あああ刑事修羅の方はデータあるけど、なかなかあれですね、天に愛されし男はなかなかないですね、これね、あベイアン確定してないかというコメントきますけど、これ確定してるんですか、確定確定してますね、これ当たってエヴァラッシュ入ってますね、何気にね、はい、何気にしれっと入れますね、ベンヤさんね、はい、うん、刑事って 2,3 年前ですかっていうコメントに来ます、今ちょっと調べてるんですけど何年前かなと思ってたんですけども、ちょっとわからない結構前ですよねこれね、うん、ベンヤン ART 入ってるねってね、プラス7枚ってあってもなくても同じちゃうんかっていうコメント来ますけどもね、はい、刑事はホール割りが6で203ぐらいしかないからな、なんてコメントもね来ちゃったりしてますけど、はい、あやっぱりスロットで知識ない方が勝つパターン多いよねっていうねコメントが来てますけれども、いや、ね、本当に何もあのデータとかが全く出てなくて、あの雑誌さんとかのね、それで打ちに行ったら意外とは勝つことって多かったりはしますけれどもね、ゆみさん、これ規定枚数いっちゃいましたね、あ、いっちゃいましたので、はい、マリポーサとバトルという形になりますかね、この時点で、ああケージは2012年の秋頃っていうことはもう3年ギリギリがもう少しで、そういう形になるよね、さっきは全員6やったから今度は1の確率の方が高いよねっていうコメントも来てますけどもね、さあどうなるかな、哲学的ですね、うん、無理ポーサーの熱いですね、ベイアン引きはいいと思うけど点々点うんって言われてますけども、いやすいません、ほんまになんだかまあね、もうきっちりとね引くものは引いてますからね、さあ私の方に今答えがございますけどもね、ああなるほどなるほど、ああなるほどなるほど、はい、哲学数学じゃねって言われますけどもね、マッスルリベンジャー、ああこれはピンチですよ、やっべボッコボコっすよフルボッコでやられましたね、あ出たー、なに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 、さあルーレット、さあ残りあの一応引き戻しのチャンスではありますけどもね、はい、うん、設定変更後の業務とも要注意やろって言われてますけどね、はい、閉店前のカウンターっていうのは混み合いますかっていうコメント来てますけども、この辺店長どうです、閉店前会うことが多いですね、やっぱりね最後はね遊戯されてるお客様も多いですんで ね、 そうですね、はい、だからこそですね、はあ、何やったっけ、延長サービスですか、そうそう、いや会員カード作ってもらって、はい、チョメダルちょだまして帰ってもらったら、あそうなんですよね、あの、はい、そのまあ条件付きではございますが、会員カードを作っていただいて、まあ、あのチョメダルちょだましていただくという、まあ、条件付きでございますけれども、その場合ですけれども、10分延長という形ですかね、22時50分まで遊戯可能という形で東大阪店に対応させていただいています、はい、あとは、パチンコの方の確率変動の方はね、あの持ち越しの方のサービスも行っておりますので、ぜひね、あの東大阪店に来られた際はぜひあの会員カード作っていただければと思いますんでね、はい、はい、うん、これで8000はすごいわってね、簡単に言いますよ、ああこのあのノリノリ店長ね、今打たれてる、この調子で8000枚超えたからびっくりしたって方いらっしゃいますけどもね、さっきの枚数っていうか、これで8000枚超えたって、ね、
本当にね、うん、私もすごいと思う肉をねぶるつもりが肉にねぶられてるじゃないですか、やだってコメントきますけどね、うまいこと言うなこの人、はい、ボーナスいて84枚地獄やんけっていうコメントも来てますけどね、はい、他の他法人やから名前出せんけど他の同じ大阪市内のお店であったらしいですよ、その筋肉マンのこっちの方で8000枚っていうのはね、その前にあった、ART の、方はね 4個あるやつね、ボタンがそう4個押しのやつね、あれはもうだいぶなんか爆裂マシンとして、あったというイメージが私の中ではございますけどね、はい、といった形でございまして、もうそろそろですかね時間は、そうもうちょっとしたらね、はい、なるかなって、マーシー空気やないかっていうねコメント来てますけど、ね、もうそろそろ当てますんでどうかなマーシーさん、メダルなくなりましたいよいよあれじゃないですかそれもさあメダルの補充をね今行っておりますんで少々お待ちいただければと思いますけどね、刑事は重すぎるからなってね、じゃあはい、さあ、ま、今マーシーさんの方がね、メダルを取りに行きましたんで今しばらくお待ちいただければと思いますけれども、さあちょっと待ってくださいね、よいしょよいしょ、筋肉マンって、はい、高設定の方が子役出にくいんでしたっけ、子役出にくいわけではないとかと思いますけどもね、なんか記憶違いですかね僕は、はい、メダル補給が切ないって方もいらっしゃいますけどね、ちょっと適当なことは言わないようにしますあ、ちょっと待ってくださいね、ちょっとマイクの調子が、あ、いきますかね、はい、さあね、でもケージが一番うるさい台って言ってね、音は一番よく聞こえてるかと思いますけどね、はい、ケージは重すぎるかな、ボーナス自体がねあんまり軽い台ではございませんのでね、マーシーさんの方のケージはね、はい、さあベイヤーさん順調になんか走行しておりますけども、そうですね、もう順調に回してますねもう一回当たり引けたら多分絶対格ロケやろなと思ってるんでほんまにガチで回してます、なるほど、あのよく当たればね、うん、よく当たれば6、もうノニジュースはほんま嫌ですねもうすごいあれですもんね、ベイアンさんはノニジュースダメってずっと言ってますもんね、そうですよ、普通に2回履いてるんで、うん、かぶけかぶけで、うちの家計がかぶいたって方もいらっしゃいますけど、そうだね、はい、あ、全然入らないですね、ちょっとだね、よいしょ、いろいろと準備をさせていただいてますので少々今しばらくお待ちください、はい、すいません、おい、よいしょ、はい、さあさあさあね、かぶけかぶけかぶけでうちの家計がかぶいたって方もいらっしゃいますけど、傾いたか、ノリノリ店長スペシャルゲストはということでね、まあ今しばらくお待ちいただければと思いますけどもね、はい、あ、フォースリルのバイオはめっちゃ好きやったって方もいらっしゃいますけどもね、結構な爆裂台でも知られましたからね、 ART のマシンではございましたけども、さあぼちぼちと、じゃあ行きますか、設定の方はカンパできましたか皆さん、まあいいでしょうこれね、はい、これ僕前と入ってます、あれ、あ、ちょっと待ってくださいね、入ってないですよ、抜けましたか店長の方のマイクが抜けましたかね、はい、入ってないですか、入ってます、電池は入ってますね、ちょっと待ってくださいね、お、あ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 、2番が反応してないな、ちょっと待ってくださいね、あー、これか、ちょっと待ってくださいね、はい、混線しました、ちょっと待ってくださいね、なんかね違う音がね聞こえてきません、なんか違う音がなんかすごい聞こえてくる気がするんですけど、そうですね、なんか回せないのになんか回ってますよね音がですよね、なんかそんな気がしないではないんですけど、
なんかすごい別の音が聞こえないことはない気がするんですけどね。そうそう、お化け怖いんで僕だから怖いから回してるんですけど。ああなるほど、ちょっとその辺は怖いと。そうそう、お化け怖いですね。はい、無視して当てときました。当てましたか、マーシーさん。はい、はい、見事来たね。ナイスですね。もうロックですね、はい、当たったってこと。それ当たったってことはロック。ロックです。なるほど、そういう、そういうあれですね、それはね。はい、うん、あれ T1G やってる方いるってね、コメント来ますけど。さあ大丈夫ですかね。よし、もういいでしょう。大体分かりましたよ、これね、はい、じゃあね、ベイヤン木村見てるぞってね、コメント来ますけど、ね、はい、そうなんです、逆ボス。ああ、なんか揃えてる人もいらっしゃいますけど、それ6。当たったら6ですけど。すぐ当たった、わらわらってね、コメント来てますけど、なんか当たってますね。さあ、じゃあとりあえず答え合わせしましょうか。はい、答え合わせしましょうか。はい、さっさとしましょう、これ。はい、マイク入ってますね。マイク入ってますよ。あ、入ってます、ね、大丈夫ですよ。答えは先に。ということで、もうじゃあ答え合わせ。紙なくしました。紙なかった。ちょっと待ってくださいよ。ありがとうございます。これはね、みんなでも当てましたもんね。はい、全員当てましたね、はい、あとプラス1名なんか当ててる方もいらっしゃいますけどもね。あれも6。すぐ当たったら6、間違いないでしょこれ。はい、違う、はい、じゃあ行きましょうか。マリポーサは強かったけど、でも6。じゃあ後ろ の, あのカメラの方にドドーンと行きましょう。せーの、ドン。はい、ロック。お、全員ロック。いやもうね、オーメン。さあ行ってください、答え合わせ。どんどん行きましょうか。はい、花のケージ行きます。はい、花のケージの設定1です。ありがとうございます。1でも当たるっていうことですね。ということですね、はい、1でもガンガン当てれるってこと。じゃあ、次はパスの筋肉マン。はい、6です。ね、カンパするよね。さすが。するよね。じゃあベイヤーさんいきますよ。はい、お願いします。エヴァンゲリオン NRT。 はい、設定6です。おめでとうございます。すぐ当たりましたから。ということは、ということはまたまたマーシーさんです。マーシーさん、もう6のことでいいんじゃないですか。マーシーさんはノニ、ノニ、はい、ノニ、ノニ、ノニ、はい、ノニ行きますよ、これ盗撮するから。秘宝マーシー持ってないってね、マーシーの外れ率わらわらって言われてますけども、僕ノニでも飲めるんでね、はい、あ、全然アホジタやってきてる。アホジタ。でもさっきものすごい下向いて、ね、うつむいてたのを私は知っておりますよ。はい、じゃあカメラに向かってよろしくお願いしますね。毎朝飲んでますからね、はい、ありがとうございます。健康にいいらしいんで。くせ、もうくせ。いただきます。ああ、はい、はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。というわけでお三方ちょっとこちらの方へ来ていただき、もう半分も 見えてるじゃないですか。今のくだりいらんかった。見えてるじゃないですか。ということでスペシャルゲストいらっしゃいました。はい、はい、皆さんこちら来てくださいよ。告知ちゃんとあるわけですからね。はい、じいじじいじってね、麻酔健二店長お疲れ様ですってコメントも来てますけれども、ね、さすが人気ですね。お疲れ様です。お疲れ様でございます。といった形で、じゃあ店長も向こう行っていただきまして、3店長集結といった形でございますんでね。こんななかなかレアですからね。いや、もうなかなかないですからね、これね。はい、暇なんでしょう。どういった形 で、 はい、いや、3店長集結ということでお疲れ様でございます。右から、右あ向かってね、右の方から鶴見店の、大工中村店長と、はい、そしてじいじ店長ごと今福店の、麻酔店長、それと、はい、ね、東大阪店の昭和店長、はい、おはようございます。はい、といった形でございまして、なぜスペシャルゲストに来たかと、そう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 、言ったことをちょっとねお聞かせ願いたい。どうしたんですか。あれあれ、もう言っちゃっていい感じですか。だってせっかく来たんですが、まず告知しないと、ほら、いつもいない、うん、今福店、そう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 、告知の方がいいんじゃないですか。はい、今福店、はい、あれ、さっきこっちで
いや僕自分のしか持ってきてないです、まず次の土曜日です。はい、ババン、6月20日土曜日、あら今福店と鶴見店、はい、ありがとうございます。ともに10時オープン、はい、お10時オープンという形でございます。ただそれだけの、はい、いつも通りやん。ね、なんかすごいツッコミ後ろから入ってますけれども、はい、はい、いやもういつも通りちゃんと営業します。いつも通りちゃんと営業する。一応それだけちゃんと伝えてみたいなっていう、はい、今福店鶴見店の、ね、お近くの2店舗でございますんでね、はい、はい、ぜひぜひ皆さん、近い方行っていただければと思いますけど、ね、はい、はい、そういうことです。じいじチャック開いてるよってコメント言ってますけどね、はい、じいじチャック開いて怒らないでっていうねコメントも言ってますけど、ね、いつも通りやん、はい、大丈夫大丈夫。前のネタでございますけど、あ、ということあれ2周年あれあ、あ、しまった見えちゃった見えちゃった見えちゃった。あの他の2店長の顔すら映ってない状況で、はい、あのドベーンと映ってますけれども、はい、なんと聞こうの今福店7月で2周年を迎えますということでございます。はい、まもなく2周年です。よろしくお願いします。お待ちしてます。おめでとうございます。2年になるんですね。はい、もう、はい、店長が就任されてからもそしたら丸そうですね、丸っぽ2年という形になりますね。まもなく丸々2年になります。あーという形になりますんでね、長らく本当にご愛顧いただいておりますけれども、はい、はい、ぜひ皆さん7月もね、今福店に来ていただければという形でございまして、はいはい、なんと皆さん知ってる方は知ってるかと思いますけどもね、このなんと、増井店長と中村店長指定関係という形でお聞きしてますけど、ね、私の師匠になります。そうそうそう、いや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 と言ってますけど、はい、あ、まず、ね、鶴見店さんから何かありますか。そうですね、まあ、今持ってきてたんですけど増井店長持ってきてくれてたんで、はい、知事店長、はい、はい、ただ今福店2周年あ、いい顔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 してる。何ですか、なんか悪そうやな。ちょっとああそうなら並べて、はい、あそのままそのままそのまま完全に一致しましたね。今福が誰ならもうこの鶴見店に、鶴見店に、はい、ぜひぜひちょっと7月はね、はい、はい、それでちょっと我慢しようかなって。あ、まあお近くのね店舗さんでもございますんでね、はい、一番に今福行ってもらってもいいんですけども、はい、はい、まあ、すぐ鶴見店に来てほしいんで、そうそう、隣ダメやったらね、ひょっとしたら、まあまあまあ、鶴見店に来ていただければという形でございますんでね、はい、写真の方がええ顔やとか言われてますよ、店長。いや、今日ね、ちょっと修正してっからね。これ、このあれ、宣材写真、いつ撮ったんですか。フォトショー、それ、これですか、はい、いや、これ、鶴見店着任してからですよ。あ、そうなんですか。はい、あー、なんかでもね、いや、髪の毛とかも今日ぺっちゃんこで、なんかちょっと、はい。いや本当にえらい立ってるのにな、今回なんかぺったんこできたんで、なんかいつもと違う感じで撮ったんかなと思ってね、はい、そうですね、フォトショーかわらわらってねコメント来てますけど、ね、はい、エンペラーですってね、ありがとうございます。シワク店長はいつもひげ修正してるからってコメント来てますけど、そうそうそうなんすかこれ、久々にねこう東大阪店にね、はいはい、店長がこう集まってくれた、はい、久々って初めてじゃないですかこんなの。そうですね、東大阪は初めてでしょ、ですよね、来てくれたと思ったのか、鶴見は行きましたよ。ここ告知ですよこれ、あ、なんだこれ告知のためでしょこれ来たの、まあまあまあ、今のなしで最後にもう一回今のなし、今のなし、ちょっと今のカットで、今のカットらしいね、まあ、東大阪はすごいですね。いや本当にね、薄ペラ薄ペラマジか。いやあれの生放送ですんでね、生放送ですんでね、あれなんだこれ、わらわらってこと。東大阪ってすごいっすよね。抽象的っすよね、褒め方もまだ。まあまあ、まあまあ、まあまあいい感じです。まあまあいい感じ。ほわーっとしますね、なんか、ほわーって。なんかこう、どれがすごいってくるんじゃなくて、全体的にほわーっとすごいっていう形でね、お褒めいただいたという形でございます。ちょっと寄ってみたくなるって感じですね。そうですね、そうですね。お怒りドラちゃん、ね、うん、なんだろう、このジージがおべっか使う感じとか言われてますね。棒読みすごいっすね、かっこ棒ってね、はい、やめようぜ仲良くしようぜって言われてますけどもね、はい、じゃあ早くて対決しましょうっていうコメントも来てますけどね、東大阪ってすごいですね、かっこ棒なんてコメントも来てますけどね。さあ、そこにあれがありますからね、ちょうど花火が、あ、花火がこう4つ並んでおりますんで、花火、はいはいはい、設定入ってるんだ。設定はね、ちょっと分かんないですよ。ただここ、そうなんですよ、このワンボックス、はい、先ほどお伝えしましたけど、1と6、半々になってますんで、半々なの、どれが6か分かんないですよね。さっきのニューパル6ですか、あれね、すぐ当たったでしょ、どうでしょう、6です。あ、間違いない。あ、そうっす。あ、
すぐ当たったらね、6です。すぐ当たったら6という形ですね。なるほど、なるほど。はい、仲いいですよ、わらわら。5人でハイランドローしてっていうコメントも来てますが、じゃあ、5人で、じゃあ店長の方にちょっとカメラを持っていかせていただく形で、うん、じゃあ、その残りのこのバラエティ島の中で、ちょっとハイランドローという形で、これ、前代ですけども、設定位置は6位に半々になっております。はい、で毎日そんな営業してるんですか？それはちょっとその大きい声で言えませんわ。あのチョキチョキしないとダメなんで、後でね、はい、危ないですよ、危ないですよ、これね。危ない、はい、危ない。まあ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 、そういうのね。そうそうそう、ありがとうございます。そうそうそう、そういう形でございます、ね。打ちたいな。相変わらずの棒読みで、ありがとうございます。そんな今福のラインナップもそこそこいけてるなんか言ってないですよ。いいね、もういい、全然いい。鶴見店は勉強になりますわ。増大してますんで、はい、あ、鶴見店バラエティーズもう3人が3人主張しまくってんなこれ。大丈夫か、もうね、見えますか、今第3映ってますか、もう第3ほら彼ね、もう自由に動けますね。今自分ならどこに6入れるかなっていう、ちょっとこう、あ、ちょっと、あ、いろいろ考えてた。ガチ予想来てますね、今ね、はい、うん、じいじ、本当にいい味出してるってね、コメント言いますけどね。ラインナップですね、打ちたい台がたくさん。本当にたくさんありますからね。豪苑高校とかめっちゃもう打ちたいですもん。そう、実はね、それ眠りました。そう、すでにもう眠っちゃって。あ、そうなんですか。はい、今のところ打った台ですけども、ドリームジャンボ、あとは何かな、スロットガロですね、あとは、花の刑事の天に愛されし男ですね、パチスロ筋肉マン2、豪音高校応援団とエヴァンゲリオン ART を今のところ打ったという状況ですね、はい、それ以外の台で何かちょっとチョイスしていただければ。難しいですね、うん、でもあスロット感の実力見せた段階でね。うわ、ニューパルあるやん。ああ、いいですよ、全然。いや、まだこちらの方あの発表しておりませんのでね、ああ全然打っていただいても構いませんけどね、はい、といった形でございますんで、はい、うん、刺激来たので、刺激が煽ってるって方もいらっしゃいますけどね、店長陣の花火が散ってるってことでね、はい、あ、多分森店長ね、多分コメントでね、いらっしゃると思うんですよね、おそらくは。はっきりとは出ておりませんけどね。ハード店長、はい、お久しぶりです。はい、あ、ね、かつては主任としてね、神戸中央スロット館の、はい、主任として、勤められておりましたけどもね、鶴見店の大君、中村店長でございますけど、はい、大君、ドリームジャンボだって言われて、ドリームジャンボ早速ね、フリーズしちゃったんでね、はい、あ、そうですか、うん、店長が、あら、J でした、J でした、もうきっちり J でフリーズしましたんでね、やっぱりね、はい、年をね、まあ、そういうのを絶対欠かさないんでね、あ、そうですか、これってやつには、まあ、6使ってきてるわけですよ。なるほど、はい。つまり視聴者さんがこれ売ってくださいとかって言いそうなやつには6を入れとるわけですよ。なるほど、といった形でございますんでね。じゃあ、そういうことですね。まあ、好みの台もいいんですが、まあ、いろいろとチョイスしていただきまして、じゃあ5人が5人いきましょう。怪しいですよね、このブラックラグーンがちょっとドア開いてる感じが。おそういう立ち回りね。あ、立ち回り、立ち回り、ちょっとドア開いてる。皆さん、これ参考にしてください。これプロが言う、この立ち回り。立ち回りプロがいるぞ。ちょっとドアが開いている。ただの設定をこの、あ、ちょっとあえて閉めた時ちょっと空いてた、うん、そうですね、もうどう考えても今大枠の方がピカピカしておりますんで、はい、リアルだな今。ちょっと今ね、あの台の方のドアが台がちょっと空いている、これ一つ、そうですね、設定完敗予想ということで。 あとよくありがちな、あの朝一でデモ画面がちょっとこうずれてるみたいなね、あれはね、スタッフの回転作業でずれてる。あれちゃいます、あれは違 う, う、あれ回転作業ですもん、はい、うん、ノズルが戻ってないところとか、ああ、はいはいはい、あのガチャって開けた後はね、ノズルが戻ってない、あれ回転作業、あれ関係ない。あれ関係ないといった形でございますんでね、はい、といった形でございますんで、じゃあおのおの方好きな台座っていただきましょう。じゃあ好きな台いいんですか。はい、好きな台でいいです。本当に好きな台でもいいですよ、どれでも。あの、まだそのニューパルも発表されておりませんのでね。あ、じゃあ時事どうされます。で、これどうせ私に打てってことでしょ。パルサーと言ったら時事みたいなとこありますからね。時事みたいなとこありますね、時事店長ね。じゃあ行きますか。僕ね、花火、あ、花火打ちますか。花火もね、あんね、4つあるんですよね、ここ。そうですね、あのバラエティシーまではございますけども、がっつりと4台バッチリ入っておりますんで、はい、でね、4台角にやっぱ角にやな、やっぱ角にやな、来ましたね、名言。これだからちょっと空気をまず離れて遠いところになるんですけど、はい、いいですか、はい、どこ行きましょう。僕ラブ城ですね。ラブ城あえて行く理由は何かありますか。好きだから、ただ好きやったっそうなんですね、はい、じゃ あすいません、やっぱセイントセイヤにします。あ、セイヤ行きますか。はい、いやこれね、多分
打ちたいお客様も結構いてると思うんで、そうそう、そのせいやあれですからね、古い方ですからね、古い方なんで、あ、前のやつですか、そうそう、あー、なかなか今ないと思いますけどもね、いけてますねこれはやりますね、あの焼くものはない方でしょ、あの先生屋のやつのバッシャンがない、焼くものは前のやつやったら多分ないんじゃないですかね、そうですね、これね、せいやにしましょう、いやー今これあのすごい珍しいですよ、じゃあベイアンさんとねマーシーさんも台座っていただいて、そうですね、じゃあベイアンラブジョーちょっとどうなるか座ってじゃあお隣でラブジョー行きましょうか、ラブジョーの設定はどう、じゃあ行きましょうか、じゃあマーシーさんはどれ行きましょう、はい、あーじゃあ僕はどうしましょう、こ花火なんてすぐ設定わかるでしょそうなんすか、2回も当たればもうマックスですよベイアンさんの横で秘宝殿を打ちます、あ、秘宝殿を続いた秘宝太陽の方ですかね、いや懐かしいですね、はい、セイヤが、うん、マーシーはバイオで、セイヤ何年前かなっていうコメントも来てますけども、だいぶ前になるんじゃないかな、相当やられましたけどね僕このセイヤそれはあれですか、あの個人的な個人的なしゃあ、さあ来ましたかね、2回ぐらい初当たり引けはもう6っすから、なるほど4段階でしょこれ確かねすごい自信がありそうな感じしますけどね、ベイヤーを見て、うん、あ、店長が台開けた設定、台開けたら設定見えないのっていう、ね、コメントも来てますけども、今回に関しては全くスタッフさんの方がねランダムで、1から6枚になっております、あ、1から6回になっておりますんでね、はい、うん、せいやって設定力でもうクリアできないっていう地獄の台やからねってコメント来てますね、さすが大君せいやのモノマネするわけやなってね、早速乗ってきましたね、ありがとうございます、いやー本当にね、いやもう副主任たちがもう全然笑わない、はい、隣でね今打ってはりますけどもね、うん、いや本当に、いや麻酔店長じいじ本当にいい味出してるってねコメントも来てますけどもね、うん、いやいやいや本当にね、いや本当降臨してるってねコメント来ますね、じいじニューパールで大喜びってね店長がコメントにも集まってるってことでね、うん、コメント欄含めると結構店長集結多いようで間違いないですね、大工刑事おすすめですよってね、明日ブラックやーって方もいらっしゃいますよね、はい、ね、大工最後に小話はするんですかっていうコメント来ますよ、そうですね、今日はしようかなと思ってます、あ、ちゃんと小話用意してる、はい、じゃあ皆さん楽しみにお待ちね、いただければと思います、大社の持ってきれないですよいやもうみんな多分ハードルがだいぶ上がってるかと思いますんでね、久々に、でも久々にね新大阪もいいかなと思ってたんですけど、はい、ちょっと新しい目のやつを、あ、新しい目、新大阪じゃないやつですね、はい、はい、了解です、ね、木村は猫が皮でもかぶってるって方もいらっしゃいますけどね、お、あ、斜めかな、斜め通りの方かな、あ、なかった感じですね、さあ早速当たりかけてシャンさんのが飛行太陽の方ですね、マーシーさんの方ですね、いやー本当にマスリン長お疲れ、遅い中ね大根中村店長お疲れ様でございます、ありがとうございます、いやすごい楽しみにしてましたんで、いやーね今日ひょっとしたらという話でしたんで、いや本当に来ていただきまして、ジージはゴッドマラソンって方いらっしゃいましたけど、もうゴッドマラソンマスリン店長いいですよね、あれ ゴッドないゴッドマラソンさすがないですからね、ジージはプライベートでずっとゴッドマラソンしてるんでそうなんですか、なかなか道は険しくなって、険しいですねゴッドマラソンやるとね、まあね、キムキムはまたエレキバスケされてるのってねコメントしてね、小話はベイヤーもあるよってね、刺激って暇なんですから、ね、あのハード店長なんか見てらっしゃるみたいなんでね、はい、さすが森店長大君中村店長、ジージのぶっ込みは思い出しましたかっていうコメント来てますけど、いや結構ぶっ込みましたよね過去、あのそうですね、あの神戸中央スロットカーの頃にはいろいろとハード店長と一緒にいろいろとぶっ込んでたような気がするんですけどもね、はい、うん、つけてない、あれはオプションってね、エビさんは、エビさん今日休んですね、はい、でまあなんかギュインギュインいってなかったかってことで、まだ当たってはないですね、どの台もね、はい、すみません、当たりました、あ、当たったわ、はい、早い、うわ早いっすねマジっすか、すげえ音が当たったんで、6っすね、6ですよもう今日このパターンばっかりやな、早当たったから6っていうね、このパターン、いやーね、いや今日ね、マスリン店長申し訳ないんですけど、今日マイマイは来てないんですよ、
申し訳ございません。いや、はい、すごいですよ。いや残念。今日、はい、毎晩いてるんです。いてますのに聞かれたんで。中村店長、毎晩いる言ってたやん。あれ、なんか、はい、いや、木村主任が来てるかもっていう風に言ってたと思う。はいはい、あ、はいはい、ちょっと今日木村主任お休みということですよね。ほんま、思わせぶりということでしたんで、ちょっとね、今日前々ちょっと戦略の方はございまして、ちょっと今日じいじ店長来るけどどうっていう話はしたんですけどもね、ちょっとごめん、さっき予約あるんですって言われたんで、はい、大変申し訳ございません。振られ、振られちゃった感じですね。完全にスルーされてますね。きっちり総店前まで伝えておきますんでね。はい、お願いします。きっちり振られてますよ ね、 ね、JP さんですいません、視聴者が謝罪しますって方もいらっしゃいますけどもね、すいません、男無罪ですけどね、はい、じいじの本音を笑われて前まで見ているって、ね、どんだけ前まで好きやねんってね、コメントいきますよね。そしてその話ができた萌ちゃんが暴れます。じいじチャック開いてるよって、もうチャックネタもなんか皆さんの中で鉄板になってますけどもね、これね、これ俺がカモにいた時の話ね。めちゃくちゃやな。これ僕がぶっ込んだやつ。そうです、そうです、チャックネタはね、はい、こんだけ浸透してるんです。そうです、めっちゃ浸透してますからね。何ね。すいません、はい、まあ事実ですけど。事実であることは否定してないんですね、はい、それはね、まあまあ、はい、よくあることですね。よくあること、はい。ああね、JP さんはムック店長のモノマネでご勘弁くださいって。ムック店長のモノマネしませんからね、はい、ムック店長のモノマネ最近やたらなんかリクエストで来るんですけど、そんなやってないですからね、そんな安くはないですからね、これはね、はい、あ、ノイノイ店長バケやったらノイノイで全ビタしてくださいねってね、コメントしてますけれどもね、全ビタ、あ、もうすごい楽しみの位置に入ってますね今ね、無心で今ノイノイ店長回しておりますけれども、じいじガチへこみ追い打ちドラ店長ですね。じいじは好みではありません、マイコと。これ違いますね、マイマイはタータンの小手半できますのでね。じいじは、ま、ナースマイマイの写メ持ってるんですかというコメント来てますけども、もちろんじゃないですか。これあれですね、店長集結の時に、はい、うちのね、マイマイがナースコスプレをしてね、はい、前鶴見店店長のオカルト店長に聞き添って出てきたという。いや、ね、あれですよ、めちゃめちゃマイマイのフェイスブックとかチェックしてます。ガチじゃないですかそれ。あ、たま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 ね、あ、たまたま、あのフェイスブック見てたらたまたま見えたみたいな感じですか。そう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 、なるほどなるほど、わかりました、はい。うん、大君ぶっ込みすぎやって言われてますけどね、はい、すいません、うん、ビタミスった回数ノリノリでノリノリっていうね、麻雀みたいって方もいらっしゃいますけどね、オスばっかりやな、もちろんじゃないですか。ああ、ジージ店長、梅北伏せか梅北の放送に出たら空リンゴにも会えるよっていうコメント来ますけどね。ああ、リンゴさんね、はい、以前梅北のね、放送にはね、麻酔店長出られたことございますんでね、存在は知ってるかと思いますけど、あ、なるほど、あ、代わりにリスナーに女性がいるからってね、慰めの言葉もいらっしゃる、リスナーよりも実際に女の子が見たいという方ですのでね、麻酔店長がね、はい、そうですね、うん、ガチチェックやないかって、ね、この人ストーカーですって言われてますけどね、はい、あ、たまたまお気に入りに登録してたんですね、分かりますってことで、はい、あくまでたまたまらしいですからね、この辺は。はい、おまわりさん、ここにストーカーがいますって言って、さあ今のところ当たった、せいやの方が今ちょっとチャンスゾーンっぽいところ行ってますかね。これは6ですね。お、早い早い、これは6ですねのコメントいただきました。理由は元スロ、はい、スロ線の主任さんとしては、いや、現店長として、謎前長、あれですか、全く分からないところから全長入ったみたいな感じですかね、はい、なるほどなるほど、はい、なんかちょっとガチっぽいこと言ってますね。本格派か、本格派ですねこれね、いやいやいや、はい、あ、おっ、あ、いいのか、なんだ、え、これどこで押しました、え、取りこぼし、いや、こぼしの可能性も否定はできないで、あ、でもどうかな、なんだこのデメ、微妙、あの赤7は結構早く押すと、あ、これ止まる可能性はあります、スイカでも、すぐない、氷か、あ、でもこれは間違いない、来た、あー、いいですね、これね、はい、うわ、いや、見事でございます、これ綺麗やね、これ6じゃん、これは6じゃないですか、これね、僕結構時間かかったんでね、はい、1かな、お、
これは店長にしてはまだ時間かかった方ですか。いや、僕だったら50件もありゃ引く自信ありますからね。ああ、じゃあそれよりがちょっとかかったということで、まだまだわからないと。今70件ぐらいかかってるんですよね。なるほど。あ、もう調子が良ければ、もうあればもうそれが早く引けるということですね。さあ、1枚掛け、1枚掛けで逆押し、逆押しで、はい、上段枠上ぐらいにドンちゃん、ほう、はい、化けが滑ってきてないの で, で, で、はい、見事でございますね。やったー、いいですね。いや、花見の音好きやわーってね、こういうの見てますけども、お見事でございます。さあ、農業店長合ってましたが、最初さっきね、チラッと回してた人事店長が、のけからビッグ引いてたんですが、ちょっとその後はまだ来てないですけどもね、はい、やっぱ稼働よりカノニーなんで、人事店長、カノニースタートがどうですか。いや、カノニーまだ営業開始してないんで、はい、これケロルです。あ、推し順ケロルですんでね、はい、いやー、見事見事ね。さあ、謎店長はどうでした。あ、謎店長ちょっとスルーしちゃいましたね、大分スルーしたんですけど、はい、何も引いてないのは赤まで行ったんですよ。ああ、なるほどなるほど。ということはただのガセで普通にはめられてるかもしれないです。なるほど。まだまだあのさっきの6は取り下げる感じですかね。いや、僕は6を信じて、例えば、はい、来たら、はい、今日普通にプライベートでこれの台打つやつ多分ずっと打ってます。あ、打ってる、はい、あ、これ間違いないと思って打ってる感じですかね。なるほどなるほど。さあ、台を信じた大君中村店長どうだ。さあ、吉と出るか京と出るわ、うん、あ、ノリノリ店長打ち込んでるねっていうね、コメントも来てますけど、ちゃんと打ち方も見てらっしゃいますね、皆さんね。さあ、この後のやっぱりあれですね、 RT 入ってからがやっぱり勝負っていう形でありますからね。さあ、人事店長来ますかね。今回パルサが告知になったことについて、麻酔店長どうですか。もう全然反対なんですけどね。あ、個人的にはちょっとやってほしくはなかったと、はい、周りの人に気づかれずにリーチ目出してさっさと揃えるの、ね、なるほど、似合って笑いながら揃えるっていうのがね。で、その後ドヤ顔で、うん、もうそれでも一枚、もういきなり一枚掛けしてバチンで揃えるとおってなりますから ね, ですね、パルサーの時はね。さあ、またまたそのカエル好きがここで実るかどうか。まあ、今回引き勝負じゃなくて、あくまで設定カンパという形でね、1位は6という形になっておりますんで。なるほど、はい、なかなか厳しいですね。はい、あ、謎前兆は設定1の据え置きやだけかもしらんよというコメント来てますよ、大君の中村店長。いや、ま、でもまた来てるんですよ。あ、来て、またチャンス来てますね。ああ、しました。今、まあ、あーっていう声聞きましたが、もう外しの方ですかね。あーって言われてますけどもね、はい。さあ、自分の店でも熱くなる。それが花火ですね。そうですね。でも本当によくできてるなって思いますね。やっぱり中古市場でも値段なかなか下がらないっていう理由もよくわかる気がします。結構ね、はい、ボケっとね、長時間打てるんじゃないかな。いや、本当に、ね、あの、そうですね、あの、長い時間まったりと打つんであれば、こういうノーマルタイプっていうのはすごく重宝するし、あの、仕様としても本当になんか昔の台ね、花火売ってた人でも楽しめる台やなと思いますけどもね。さあ、3台今のところ回ってますよ。さあ、大君店長の前兆も終わった感じ。いやいや、セイントセイヤーってまあこんなまあまあ、まだ、はい、だらだらとね、前兆を振る形にはなりますけどね。さあ、はい、一気にやっぱさだま出るんで、はい、まだわかんないです。まだわからない、まだわからない。じゃあね、一応これ55分までという形でね、設定カンパさせて、あの、やっていただきますんでね、よろしくお願いいたします。うん、今のはのみじゃないですかねってね、コメントいますけど。あ、花火ってビッグ中2回外れでうんうんって聞いたことあったけどなって方もいらっしゃいますけどもね。さあ、現在ね、 RT 入ってる状況でございますけども、じゃあ、あれですね、視聴者の皆さんにはちょっと設定オーバー先に書いておきましょうかね。はい、わあ、怖。視聴者は、まあ、これ知ってる方がある意味楽しいかなというところもございますんで、先にちょっと設定の方はね、間違ってたらこいつ何言ってんねんみたいな。だいぶアホやな。あんまいらんこと言わん方が良さそう。まあ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 、こととばかりこれ語りましょうね、これ。まあまあ、そうそう、あの、はい、ぜひね、その思いの丈というか、あの、この設定推測のね、そのカンパの仕具合をこう見ていただければと思いますけどね。はい、
供店長ら何歳っていうコメント来てますけども、マス店長おいくつでしたっけ。私も41ですね。41歳、はい、何の店長は。私31です。31、はい、大君中村店長は28です。28という形でございます。若っ若手ですよ、若手、はい、そうそうそう、41、31、28っていう形になってますね、はい、今のはノニじゃないですかね、って込んできますけど、まずね、ジージ店長の方ね、設定の方を今、放送の方では、ちょっと上の方で、書かせていただいてますけど、ね、さあ、どう出るかな、はい、ドラちゃん31かってね、コメントきますけどね、大根そう、もう31歳もうあれですか、もうどのぐらい、もうでもまだまだお若いですからね。いやいや、もうね、だいぶね、枕臭いですよそっちかいないや、ほんとに言われますからね、妻にも。あ、それは、やっぱり言われます。いや、言われますね。それはに、なんかこう、匂うみたいな感じで言われるんですか。直接パツンと。加齢臭でしょう。はい、いや、まだ大丈夫ですけどね嗅いでる嗅いでる全然、嗅いでもまだ真っ黒じゃないですか。ジージー、直接嗅ぎに行った。全然大丈夫いい匂いした。あ、いい匂いしましたか。はい。あ、もう全然、ジージー店長がすると OK という形だったらしいね。ジージーにチェックしてもらいますねジージー笑わらんでほごーとか言われてますけど、まあ、ちなみに私も30の時はまだ白髪ほとんどなかったですからね先に言いましたね、はいはい、先に言っておきますけどもね、はい、いや、そしてね、今ノリノリ店長の方の設定もね、表記させていただきました。これね、はい、やっぱ1やね。あー、それはなぜですか。いや、俺もっと弾けるっていうやっぱそこなんすね自信があるからっていう。やたら自信ありますけど、それ、うん、もっともっと弾けるっていう自信があるから直接あ、匂いチェックとかね、ガチチェック、現役わらわらって言われてますけどね。さあ、これどうなるかな。さあ、ベンヤさんの方当たってますが、どうですか。いやいや、何もなしですね。今のところ動きなし。もうこれ間違いなく1です。1かな。なんか上にまさかの展開でって書いてますけどこれ、いやもう関係ないじゃないですかうわ、すごい音やな。しかも横がいい感じなんで横のマーシーさんの方がだいぶいい感じになってるような感じしますけどもね。僕はだから1ですね。おマーシーさんのは今のところに行ってね、 GGJP 書いてくれてね。1やと思ってたんが6やったらちょっとね。そうですよねこれ何かまさかの展開っていうのがまさかの鍵握ってるかもしれない。そうですね、まさかの展開あるかもしれません。ほら、あるやん。おマジっすか。そうですね。さあ、で、マーシーさんの方が、あ、じゃあ、ベナさんの方がなんか行きそうな感じ。いや、位置ちゃうかもしれんね、もう、こうなってきたらさあ、どうかなあ、ほんまっす、もしかしたら、ありますねさあ、3台なんで非常に楽しそうな感じもしますけども。ああ、もう、多分当たるわ。これもういただきコース、すごい前兆っぽい感じ来てますもんね。そういえば、ドラちゃん会社説明会で言ってた奥さんとの写真見つかりましたかっていうコメントが来てますが、しかし中断攻撃揃いましたね。よかったやん、当たりやん。あ、すいません、割ってました、すいません当たってましたか。あ、すいません、話に割り込んでしまいましたいえいえ、大丈夫ですよ。すいません、はい、思いっきり中断で今ね、氷揃いましたけども。ドラさん店長、あれ奥様との写真は見つかったんですか。いや、ないっすよ、僕持ってないっすよ。あ、持ってない。そう、もう本当にないじゃないですかね。あー、なるほど、らしいですよ、皆さんね。さあ、ということで、向こうの方がやたら、向こうというか3人並んで打ってる、副主任さん、主任さんの方がやたら動きがいいような気がしないではないんですが。いや、すいません、ほんまに出しゃばりたくないんですけども、副主任出しゃばってます、すいませんすいません、カメラもないのに。そう、カメラないところで思いっきり目立ってますけどもね。楽しそう、向こうの方だいぶ楽しそうな感じになってます。これ誰選ぶかって。あ、これ選べるんですか。はい、一応選びますよ。おさあ、ジージ店長の方がちょっと今メダルの方がなくなりましたんでね。はい、これ似てる形でございます。これ1ですね。あ、こっちは1かなという形ですね。ただまあ人気台、ちゃんとね、皆さんご覧になれますが、この上のね、きっちりアピールしてる感じなんでここさしてるんですか東大阪店のなぜか刺すところに2周年が刺さってるというこの事実。はい、ないです、ないです
来月でございますんでね、皆さんぜひ稲福店の方にも遊びに来てくださいね、はい。あ、子供の写真はいっぱいあるドラちゃんってね。あ、ベイアンデシャボルの下半身にしとけって言われてますよこれね。すいません、すいません。ドラちゃん氷の落ちはいいんですか？氷よく落ちますか？さっきから結構揃ってる感じはしますけどね。氷ね、あ、氷結構揃う、そういやですよね、それはありますよね。イライラしてたもんそこ設定差でかいんすかね、やっぱ氷は確か設定差あったはず。あー光ったー、はい、はい入りました。いいダイブイジ来ましたね。さあウィンランプ光った、美しい、素晴らしい、デメが美しい。僕だけですね当たってないのそうですね、はい、今のところ大君中村店長だけ当たってないですね、はい、はい、というわけでバケといった形で、さあバケ出てきましたが、さあどういう感じ、今単独ですよね。チェリーとかは全然落ちてなかったんで、おそらく単独かと思いますけどね。ジージ店長、白髪染めてますかというコメント来ますけど、白髪は、はい、染めてますか。あ、染めてますかっていう、全然染めてない。あ、もう一切染めず、まあ、天然のままということですね、はい、ありのままで、はい、ありのままでずっといてはるということですんでね、はい。いやー中村店長が全く動きがないのがすごく気になるな。いやいやいや、そんなことないんですよ多分。あ、そんなことはない。ただ僕の引きが本当に悪いだけかもしれないなるほど。さあじゃあ皆さんのね設定の方をここで、こういう形にさせていただきました。じゃあ大君中村店長のやつだけハテナにしときましょうか、はい。さあ6か1か皆さん予想していただければと思いますけどもね。さあココナコレクション36台ということで本日やらせていただいてますけども、ここにあえてこのハミナビを置いたっていうのは何かあるんですか？そのバラエティというか寝台のバツンとこの4台入ってますけども、お付き合い、お付き合いちゃうんですか？あ、違うああ、いやすみません。これ花火をあえて4台並べた理由ですよね、はい、はいはいはい、別に特に特にないという形ですね。まああえてこの新しいこのココナコレクションという形でね、始まっておりますので、その中にあえて注目度を入れてきたということございますので、おこれは入ったんじゃん。さあねじるか、これは入ってるでしょ。ですよね、あーですね、違いましたね、はい、これ6ですわ。あー6ですかもう当たった、もう当たりましたよ、早い。あー、ただバケかな、バケですね。さあバケがよく押してるぞ。あー6や、うんね、ありのままのジージを見せるのよってねコメントも来ますけど、さあバケが再び押してきた。どうやらそれっぽい感じもしないではないですね。そして6っすね、それ6っぽい感じですか。あー6ですねノリノリ店長からのさあアドバイスが入っておりますが、もうこの短時間ですね3回当たっておりますんでね。さあノリノリ店長は歩き終えた状態、そして大君中村店長が全く通常戻りましたね、はい、いやもう喋んないですもう喋らない、もう今集中しておりますね。当たるまで、はい、当てたい、なんとか時間ない、はい、あ、大根さんの予想アンケートで聞いて予想が当たれば JP さんも罰ゲーム受けるのどうですか。わかりました、じゃあリスナーさんにあえて聞く形にしましょうか。残り1つに関してはね、設定1か6かをまたあえて聞きましょう、はい。でまた中村店長の答えを聞いて、まあ、私も、まあ、罰ゲーを受けるかどうかをちょっと聞きたい、考えたいと思いますのでね、はい。ああジージ店長がすごくいい感じで当たりは重ねてますけれども、普段先ほどはなんかあの普段もゴッドマラソンみたいな話されてましたけど、普段でもパルスはお好きですよね確か。まあニューパルとジャグラーとボットぐらいしか打たないから、はい、分かりやすいのでいきますね、はい、なるほどなるほど。まあね、あの今風店のちゃんとパルスはねコーナーございますんでね、はい、そうですね、今でもちゃんと置いてますんで、はい、ちゃんと置いてございますんでね、はい、皆さんねうち来ていただければと思います。あの鶴見店もねこの気候なコレクションに負けずバラエティだいぶと充実してきましてね、
そうですね、前からさらに増えたんでしたっけ、バラエティーコーナーがね。あ、そうなんですよ、拡充という形で、はい、6月に入ってさらに増えまして、はい、増えたという形でございます。なんか新しい台入ってますか。新台は、はい、あれは今度また推し順ケロロの解放という形ですかね。そうですね、はい、とか今すごい人気なのが、はい、やっぱクランキーが、クランキー入れてるんですよ、6月から。はいはいはい、やっぱクランキーコンドル、あ、コレクションね、はい、クランキーコレクション、はい、クランキーコレクション、すごい受けてるの、お客様、稼働がついてるということでね、はい、ありがとうございます、本当にね。やっぱりの、さすが今ノーマルキーっていうか、何気に当たってますね、これね。これ、まだ入っちゃってますね。重複か、まあここでちょっと言うのはあれやけど、デビルサバイバーとか今服は入ってますよ、ね。あ、デビルサバね、ゴスロにいられてました。ゴスロ、ゴスロにデビルサバイバー、あ、早くも入ってるということですんで、ね、来週の月曜日からはエヴァもゴスロで動きます。はい、あ、エヴァも ART の方も早速ゴスロで動くということなんですね。はい、新しいエヴァも今寝かしてます。いやー、寝かしてる、先のでね、まだまだ寝かしてる状況、はい、状況ということですんで、塩枠店長これ6でしょあ、入ってますよ。いや、それね、はい、6ですね。もう、しかももうそろそろビッグでしょ。もうビッグ振っていいんじゃないですか。4発目ですか、それね。あ、見事、ほら6やわ。わー、これ6、堂々6千元いきましたね、これね。いや、お見事ですかね、そろそろ。いや、いい引きですかね。いもう十分カンパできたんじゃないでしょうか。さあ、どうかな。中村店長、今一度も当ててないままですが、そうですね、カンパのほどは大丈夫でしょうかね。いや、全然わかんないですね。確かにこの状況で別れという方が逆に酷かもしれませんけどもね。はい、ウェスカーだいぶ髪薄くて、ウェスカーさんではございませんのでね。はい、さあ、なんか順調に秘宝太陽の方が当たってそうな気がするんですが、はい。え、もうすでに ART 入ってますよね、そっちね。ラブジョーは入ってますね。あ、ラブジョーは入ってる。そうです、入ってますね。今、110枚乗っかったんで。あ、乗っかりましたか。さあ、上乗せガンガンしてますよ、この辺もね。さあ、ノイノイ店長の方がちょっと氷は落ちてるんですけど、当たりの方がちょっとついてこない感じですかね、ご本人の感触では。いや、これはね。はい、1っすわ。あ、これは1、間違いない、間違いない、お、断言しましたね。はい、うん、ドラちゃん、コイン持ちはどうですかっていうね、コメントも来てますけどね。コイン持ちはいい、だけど1。 あ、だけど1、間違いない、あえて1を。そんなのに騙されちゃダメだ。もうフィーリングを大事にしていくこの感じですけどもね。さあ、中村店長どうかな。またいろいろ背景は変わってるんですけどもね。そうなんですよね。はい、じゃあそろそろ締めましょう。じゃあぼちぼちともう50分ちょっと過ぎます、52分かなっていう形になりましたんでね。じゃあちょっと早めですけども、ぼちぼちと設定カンパの方切り上げということでよろしいですか。はいはいはい、じゃあお三方とね、スタッフ様終了という形で、じゃあもともとの持ち場の方へどうぞよろしくお願いいたします。乾杯いたしました、私。お、乾杯いたしましたか。私、乾杯いたしました。ちょっとこの演出だけちょっと見させてもらって。あ、どうぞ、いいですよ。それっぽい、それっぽい。あ、OK です。あ、大丈夫、大丈夫ですか、はい、あ、なんですかこれ、書いたらいいですよ。紙も長度してて、あ、はい、用意しますね。隠しとく感じで、で、みたいな感じで。どっち、紙は、よいしょ。ベアン、紙ある、紙。あ、あります。よいしょ。あ、すみません、過去問大丈夫ですか。はい、行きます。じゃあいいですかね。あ、ちょっと待ってください。ペンだけ。あ、はい、すいません。はい、すいません。いやー、もう間違いないですね。間違いない、カメラ映ってないですけど間違いないですね。じゃあいいですか、これ映ってますこれ。あ、まあ映ってますよ、映ってますよ。はい、
発表しますまずね、大工中村店長 の, あのアンケートの方、はい、先にちょっと取りますんでね、ちょっと視聴者の方にお願いします。失礼します。はい、大工 中村店長の大はどっちでしょう、1か6か選んでいただければと思いますんでね。はい、アンケート中、今アンケート中です。はい、今アンケートやっておりますんで、じゃあ そ, あのそれぞれの見解をお聞きしましょうか。まずジージ店長。はい、このニューパルサーデラックスは、はい、もう見せていいんですか。はい、こちらのカメラの方に、はいはい、間違いなく6です。はい、あ、はい、もうこれはもうボーナスの引きからいっても、はい、まああの連チャン具合はもう6でしょう。間違いなく6であると、はい、超当てましたからね。なるほどね、はい、もうがっつり当ててましたからね。はい、じゃあ久々に楽しかったです。じゃあノリノリ店長の方は、僕これです。ああ、相手やっぱり1を選んでいくと、もうこれはあれですか、フィーリングというかその感覚の部分ですか。なるほどという形でございますんでね。いや、もっとね、まあ、はい、6ね、もっとね、当たる。あ、もっともっと当たると。これ6っていう当たり方、あ、いかにもそれっぽい当たり方をするという。これ1、はい、じゃあまずそちらの台いきましょうか。じゃあベイアンさんの方からいきましょうかね。はい、ベイアンさん打たれたのは、ラブジョーですね。ラブジョーですね、はい、で今もゲーム数乗っかったりとかも、はい、してますんで、もうメダルバンバン増えてるんで、間違いなくこれはこれでしょうね。あ、6であると、はい、おいう形で、まあ、僕の中でも理由としてはメダルが出れば6やと思ってます、はい、もう一番単純な理由でございますけど、ね、はい、それしか理由はありません。じゃあマーシーさんいきましょう。マーシーさん乗ったのが、はい、飛鳳殿太陽の方ですね、はいはい、これも6です。6、はい、あー、なるほどなるほど、あえて6を、高いな、これは絶対に6です。あ、間違いない、はい、それは理由なんかすぐ当たったっていうのはそこだ。メダル増えてるんでなるほどなるほど、もう一番単純明快な理由が来ましたね、はいはい、そうですね、やっぱりね、これ結果にコミットする、コミットする感じですね。結果も大事ですからね、はい、じゃあ行きましょう。じゃあ大工中村店長の方の結果、あ、まずアンケート結果いきましょう。はい、僕書いてるんでもう変えませんので、はい、大丈夫です。設定1が 71.5%、はい、設定6の方が 28.5% という結果が出ました。じゃあ大工中村店長、はい、ご自身の結論を。はい、結論はこれです。1番。あら、おー、なるほどなるほど、1番ですね。相手というかやっぱりこれだけ当たらなければと。いやー、ちょっと最初の挙動で騙されそうになったんですけど、はい、やっぱ子役も全然弾けなかったのと、はい、あと最後の最後、強チェリー弾いたんですけど、はい、それも簡単にスルーされたんで、あ、スカッタと、はい、いうことで、あとはまあ大的に666って来ないかなと思って。あー、それはちょっと癖を見抜くみたいな感じですかね。ただのちょっとガチな立ち回りに今回なってますけどもね、はい、はい、といった形でございます。じゃあお三方、じゃあ全員、じゃあこちらの、はい、はい、カウンター前の方集まっていただきまして。緊張します。違ってたらノニーっすよ。ノニーノニーっすか。ノニー行きますからね。ノニーね、ノニーノニー、いやっすね。わー、なんか苦いやつね。そうそう、苦いというか胃がちょっと酸っぱくなる形ですかね。はい、あれ、めっちゃズーム、よいしょ、いいし、はい、はい、といった形でございまして、本日お疲れ様でございました。お疲れ様でございました。じゃあまず結果発表、来ましたといった形でございまして、来ましたよ。じゃあ皆さんのこの予想、ちゃんとここにね、結果もらっていただいてますんでね。当たった数はジェビーさん飲まれるんですか。あえて振りますね。あー、いや、当たった数というか、はい、当たった数行くの。いや、大丈夫です。あ、いいですよ、いいですよ、全然それは、はい、悪ふざけが。いやいや、いいですよ、全然。準備をしようかなって思ったら、なんかコップ大丈夫かなって思ったりはしたんですけどもね。はい、じゃあ行きましょう。まずノリノリ店長から行きましょうか。はい、自信あります。はいはい、花火ですけども、はい、お、設定1でございます。おお、すごい、見事でしたね。感覚的なもんですか、本当に。これ3分の3で当てましたからね、私、はい、すごいですね。見事ですね、今日は本当に3分の3何も教えてないので、はい、3分の3で当てましたよ。わあ、すごいですね、まあ、プロですから。やっぱ店長、さすがでございます。これさすがでございますね。さすがやな、はい、やってもらってますんでね。わあ、やっぱ経験ですからね。はい、
わあ、すごいですね。じゃあね、次ね、マーシーさんいきましょうか。はい。マーシーさんが打たれたのは、秘宝殿太陽を求める者たち。予想は、設定は6でしょう。6。いっぱい出たからね。いっぱい出ましたね。間違いない。設定1でございます。ダメだな、マジですか。今日は3の0ですね。でもあれ結構ね、はい、演出も結構派手なバンバン出てたんで、はい、僕も6かなと思ってました。6かなと思いましたか、はい、あー残念ながらね1だったですね。恐ろしいな。1でも出るんやっていうことですね。そうですね、まあ、展開次第ということでね、うん、あ ドラ店長の嗅覚すごかったってね、3連敗やなって言われてますけど、はい、見事に3連敗という3連のにという形になりましたけどね。すごいな、はい、じゃあ次それも難しい。次ベアンさんいきましょうか。はい、ベアンさんの歌はパステルラブジョー。そうですね、もう間違いないですね。設定は予想は6と、まあ、これですね、はい、今のところ全部当たってるんで、はい、外すわけにいけない。いかない、はい、いきましょうか。設定、はい、じゃじゃん、6でございます。おじゃあ全部当たった。見事見事見事、さすが全勝。今日はのになしと、今日のになしという形でございましたね。出れば6ってことですね、やっぱりね、うん、やっぱあの出方はやっぱでかよく出たんで、6出れば6。マーシーは3倍のにやなって感じですね。ある意味絵引きとか言われてますけどね。じゃあ大君中村店長いきましょう。ありがとうございます。なんで俺最後当たってる、これ当たってる、あかんやつ。大君中村店長、はい、設定1と予想されましたが、1です。お見せ場がね、あ見せ場がなかなかなかったと、はい、いうことでございますけれども、設定1でございます。おお、さすが、さすがでございますね。危ない、これ、ね、危ない、まあまあまあ、かからんかったもん。最初ずっと6言ってましたけど、ね、危なかった、危なかったですね。のっけからなんかいろいろと注目してやってましたけども、ね、恥ずかしめ受けられました。なるほどね。これじゃ最後は俺外すか、完全に外してる。どうでしょうかね。多分外してないとおかしいよな、この順番。なことないです。何回やってたんですか。かかってますよ、4回かけてますよ。4回かけてましたね。レギュビッグ、レギュレギュビッグ、はい、あ6ですよ。角台の、まあ、そんなすぐ当たりませんから、信じたい、うん、ニューパースターデラックス、うん、いやこれで、ね、もし1やったとして1でこんなの当てたらもうアホですよ。まあねまあねいやクソ野郎ですよ、これで1や、これで仮に1やったとしてすごいですね、はい、こんなにたくさん無意味なこの時間帯にこんな意味を発揮して、この引きね、はい、クソ野郎としか言わないで結果発表最後に回った時なんかおかしいな。じゃあ角台の、いや6でしょう、ニューパルサーデラックス発表いいですか。どうぞ。設定6ではなくて1でございます。1でした。じゃあ間違えてるんでしょ。いや1であんなレンちゃんしよう。いやちゃんとこれこだわせね、ちゃんと角台の赤字の印ついておりませんので、ニューパルサーデラックス、ピンですね。はい、ピンでございます。あちょっと分かんないよ。強がり、喉が乾いていいと。いやーといった形でございまして、いいじゃあ当てた方3名とユーパルいい台、いや1でもあんな楽しめんのやったらもうやっぱ置いてて正解ですね。パルレンがありますからね。そうパルレンございますね、さすがにね。じゃあといった形でございまして、じゃあ元気で。じゃあノニージュースすいません、はい、うちの話、じゃあ3連敗の交わしていただけたらと思います。はい、じゃあ私も含めてね、元気に書いてますね。はい、元気のに元気ですから、あそれはもうあのこれ一応健康飲料水ですからね、これね。あ健康になるんですね、はい、一応なんか蜂蜜とかで割るとええらしいですけどもね、これね、はい、蜂蜜はないんですね。蜂蜜残念ながらないんですよ、これ、ね、やっぱり 100% でお願いいたします。汚い色してますけど。マーシーにこのリアクションっていうものを教えてあげてください。あこれこれマジマジですよ、マジですよ、マジですよ、これはマジですからね。うん、初絡みじゃないですかこれ、ね、あの店長集結とかでは多分飲んでらっしゃらないと思うんですよね。いやいやでもあの時蒸しとかいろんなもん、ああいろんなものたくさんありましたね、はい、えこれ結構これ大丈夫
そしたらもう先にじゃあマーシーもう3枚目でも慣れてるんで先行きましょうか。いやいや、まあまあまあ、まあ、乾杯、はい、はい、じゃあ私も行かせていただきますんで、はい、いただきます。すっと行ってください。いただきます。うわ、酸っぱ。ああ、これほんまに健康になるんですか。知らんから。これ 体に悪くなった。とりあえず言えるのはあって臭いっす、うん、これ息臭いよこれ。なんか体さすがっすね。ノリ元気、ノリ元気、聞き、ノリ元気になりましたね。聞き早すぎるから、聞き早すぎるから。いやこの間ね、体にはいいからとか言われてますよ。血尿出てね。ちょっと、マジな話ですかそれ。ちょっとね、腎臓に石ができたみたいで。あ、血石がなんかですか。そうですね、血石みたいで、これ野に飲んだんで。早く帰って寝てください。大丈夫そうです。あ、もうこれで健康に十分になったと思う、はい、すいません、思いっきり涙が止まらないって言った。大丈夫か。僕、血石経験済みですけど。あ、そうですね、確かに。まあ、大丈夫、大丈夫、野に飲んだマーシーさんはすでにね、もう、はい、あの経験済みですからね。じじ厄年やからなって、大丈夫なんかって言われてますけどもね、はい、まあまあ、あ、これ野に元気、ムック手帳か体調悪かった時に飲んで翌日回復したという素晴らしい飲み物ですね。コメントも来てますけど、ありがたい、ありがたい。あの体には本当にいい飲み物ですんでね、もう涙ぐんで直すけどね、私ね、はい、といった形でございます。本日もね、お疲れ様でございましたといった形で、はい、というわけで改めて告知の方していきましょうか。最後ですからね。いや、いいでしょう、もう。いや、もういいですよ、もういい、もういい、そんな、まあ、もういい、ね、あ、そんな、ね、東大阪店で、そんな、東大阪で今服の告知とか、そんな、はい、ねえ、もう、よくね、もうやるね、そんな、そんな、もう、バッとね、ほら、東大阪のこのバラエティーね、まあ、もうね、たくさんある中で、まあ、今服のバラエティーも、まあまあ、ね、今服っていうの、これがまさか刺さってるとは思わないですからね、これね、認証、まあまあ、愛といった形でございまして、まあ、あんまね、はい、よそのお店で告知するのもなんなんでね。バッチリしてますな。まあ、あんまり言うんはやめときますわ。やめとくということで、はい、あんまりあの直接的にはね、あの、はい、言いませんけどもね、はいはい、といった形でございまして、ぜひぜひね、皆さん今週もね、気候なあのこの界隈ね、東大阪、そして鶴見今福と来ていただければと思いますので、ね、お願いいたします。ぜひぜひどうぞ、また明日からもご来店お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。今福店お城なんかすごいねって言われてますが、これは違いますからね、これね、はい、バックのお城は違いますからね、これはね、これ真っ黒にしてるんで、別にお城とは言ってません。あ、言うは、まあ、お城ではないということ、はい、かもしれないというところですね、はいはい、それ挑戦的っすね。いやこれじゃあイメージです。イメージ、あくまでもイメージですんでね、はいはい、あくまでもイメージでございますね。絶対的にしたらあかん。いやいや、もう全然、まあ、あえて言いませんけどもね、はいはい、大したもんだ。うん、東大阪店は時点の宣伝する気ないのに横から割り込む他店舗って言われてますけどもね。いや、本日はわざわざね、東大阪ね、すごいっすよね。何回それ言ってんすか、増井店長、本当に。東大阪すごいな。ペライペライは、もうものすごいすごいという言葉しか出てこないんですけども。いやいや、まあ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 、ね、どうですか、中村店長、これもう東大阪店来られて、これ、いや、僕が普通に、はい、働いてなかったらうちに行きたいですね。ああ、なるほどなるほど、はい、ラインナップを見てもね、はい、あれ、奈良駅前の怒涛の宣伝に比べたら可愛いもんですなんてコメントも来てますよね、はい、といった形で、いや本当にね、週末も含めまして、今週もまたあのキコーナーの方に、ね、ご来店いただければと思いますので、はい、お近くの方に、特にね、この東大阪今福鶴見の方にね、3店舗遊びに来ていただければと思いますので、ぜひどうぞよろしくお願いします。シールの方もね、取りに来ていただくか。そうです、あの、ジェミさんに何でしたっけ、ツイッターでしたっけ、はい、ツイッターでも、はい、あの在庫証明でも構いませんので、ぜひぜひ行っていただければと思いますんでね。今ならなんと送料は JP さんが負担ということで、そういう形になりますので、ね、すごいですね、私の方からちょっとポケットマニー出させていただきまして、ありがとうございます。あのちょっと遠くてね、店舗来れないという方のためにちょっとシールは配るという形させていただきますんでね、はいはい、オカルト店長の分もお渡しできますので、あ、はい、ぜひぜひどんどんいきます、はい、ぜひぜひどうぞよろしくお願いいたしますといった形でございます、ね、本日はあのスロットバラエティ、ね、キココレの方から、ね、お送りしてまいりました。来週はどちらでやるかってまだ決まってないですよね、来週は24、25、24の番ですね、4の
の番は未定ですね。未定、はい、はい、いつも通りの未定という形になりますんでね。いつもぶっつけ本番ね。いつも大会振ると未定という言葉が返ってきますんでね、はい、はい、またまたね、ぜひ来週もご覧いただければと思いますんで、どうぞよろしくお願いをいたします。といった形で本日もね、自由すぎる配信を多くしてまいりました。特別編3店長集結といった形でございます。また来週お会いいたしましょう。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。
じゃあ久々に帰ってきました大君中村の、はい、はい、ありがとうございます。ちょっと小話、ちょっとですよ、本当にちょっとな小話ですよはい、はい、あの皆さんもね、体操お待ちかねと。あ、そうですか。来たわらわらってね、ありがとうございます。ってね、コメント来てますけど、ね、今日はね、ちょっとあのまあ時間も時間なんで、はい、はい、あの軽くとサクッと、はい、はい、サクッと終わると次回ね、あの、はい、十分いっぱいやりたいなと思う、はい、銭湯に行ってたんですよ。ほう、お風呂ね、はい、で、はい、スーパー銭湯で、スーパー銭湯、はい、で、本読むところとかあるじゃないですか今、はいはいはい、スペースでね、はいはい、休憩スペースみたいなとこございますね、はい、はい、で、そこをちょっとこう僕がこうくつろいでたんですけど、はい、ちょっともう時間も時間やったんで、はい、掃除してるちょっと年配のおばあちゃんが、はいはい、掃除機で、うん、バーって掃除してたんですよ、はいはいはい、じゃあちょっとね古めのところやったんで、はい、もう掃除機もちょっと古めやったんで、はい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 、で、はい、ウェーってガーって言ってるんですけど、はい、ずーっと同じところでガーって言ってるんですよ、はい、僕本読んでたんですけど、ウィーンウィーンってなるじゃないですか掃除機、はいはいはい、ウィーンが、はい、もう全然遠くに行かないんですよずっと同じところが来てる、はい、どうしたんかなと、ね、パッて見たら、はい、掃除機の、はい、掃除機とホースあるじゃないですか。掃除機と、あ、ちょっと待ってくださいね、はい、全体映して、はい、はい、掃除機と掃除機がこうあって、はい、すぐこのホースあるじゃないですか、はい、ホースがよくあるね、この、はい、ここの根元が外れてて、おばあちゃんずっとこうウィーンってやってるんですけどこうやってるんですけど、ホースだけこうやってるっていう。ああ、なるほど、全く吸い込んでなかったと。そうです、そうです、ここがちぎれてて、この吸う本体はずっと同じ場所にあるっていう。音はさ、ホースだけ持って向こう行ってたんです、はい、ホースというか、こう、かけてるんですけどやっぱおばあちゃんなんで、やっぱりね、わかんないんかわかんないですけど、こう、ってやってるんですけど、どんどん遠く行くんですけど本体だけはずっと同じ場所にある。なるほど、同じとこ、はい、空ね、空同じところしか音聞こえませんよ、はい、そうです、パッて言ったらこうでずっとやってるんで、さすがに気づかなと思ったんですけど全然気づいてくれなかったです、ね、あ、なるほど、はい、といういつも通りの楽しい小話をねいただきました。やめてあげてよってねコメントも来てますけどもね。あ、そうですか、すいません。いやいやいや、でも、はい、見事でございましたね。いやいや、いつも通りのクオリティの高い、また小話が今後もね、ひょっとしたら、はい、じゃあとね、ちょっとあと1個言いたいことがあったんですけどね、はい、これ、うん、こう合同を、はい、合同ですね、はい、まあ私今福店行ってる時からそうなんですけど、はいはい、まあ今福行った時はあれだったんですけど、はいはい、これ、はい、逆になったことがないんですよね、上と下お、今あえてそれを言いますか、はい、いや今鶴見店、鶴見今福じゃなくて、はい、だいたい今福から鶴見っていうか、はい、やっぱ鶴見店としては、はい、やっぱ上の方がやっぱ目立っていいかなと思うんですけど。まあまあまあ、ちょっとね、ご自身やっぱ店長ですからね、はいはいはい、麻酔店長は絶対に上にします今福逆にしようかとか一回も言われたことないです。やっぱり言われたことないんですね、はい、そういうことらしいですよ皆さん、はい、はい、という形でね、大君中村さんのあそこ突っ込んでいいか迷ったって方もいらっしゃいますからね、かやっぱり思ってる方もいらっしゃったということですね。ありがとうございます。やっぱりはい、はい、すいません、こんなちょっと話しかなかったんですけども、はい、といった形でございますんでね、はい、またいや本当にありがとうございました、はい、またまた来週は鶴見店からかどうか分かんないですけども、そうですね、また来られる機会があったら、はい、なんか、はい、総監督になるとか言ってましたね。そうなんですよ、はい、木村主任なんか総監、なんか AKB みたいな形になっちゃって、あ、はいはいはい、自己自身としてはなんか総監督になるから、はい、まあちょっとここ出るのは難しいかもなんて、ね、いやいや、でも総監、 AKB の総監督だったら、え、総監督前出てますからね、出てますからね、高宮さんでしたっけ、はい、ね、はい、出てますからね、うん、まあそれも楽しみにしてもらって、ああまあまあまあ、その辺もね含めていろいろと楽しみで、はい、まあ、はい、本当にね、大工中村、木村放送に返してくれってコメントもね、あ、ですよね、ですよね、だから、はい、この前の放送出てもらったじゃないですか、はいはい、ですね、あれもやっぱり周りの方とか知ってる方から、はいはい、出ないんか出ないんかって来たんで、あ、やっぱり問い合わせがお願いしたんですよ、はいはいはい、ちょっと今回出てもらえるって言って、はいはいはい、なんかその損監督になりますってなったのでちょっと僕もあれ見てたんですよ、はいはいはい、ちょっと嘘やろって僕聞いてなかったんで、はいはい、なるほどなるほど、ああ、はい、そうだったんです、ね、だって人気ですもんね、すごいコメントとかも、たくさん来てますからね、また、はい、
まあ、出る機会があればまた出るかもしれないということですので、皆さんお待ちいただければと思います。そう、大君さんの意向ではないですからね、これに関してはね。あ、全然、僕はむしろ任せると言ってますんで、と言ってたぐらいですんで、ね、はい、企画とかも、うん、はい、そうそうそう、大君も中村、あの木村が総監督になるの謎なんかって言われてますけど、まさにね、そうなんですよ、振って湧いた話という話だと、ね、ね、お聞きしてますんでね、はい、はい、といった形で、それに関して、ニコマ生に関しては、うん、ちょっと僕は何も言えない立場なんで、もう、はい、総監督なんで、はい、あ、そう、あ、はい、上の立場になっちゃうと、そうなんです、はい、なるほど、今総監督でちょっと歯向かえないという形になっておりますんでね、でで、はい、今日も早く行ってくださいよ。はい、なるほどなるほど、はい、はい、分かりました。すみません、じゃあまたね、また、はい、お付き合いいただきましてありがとうございました。またね、ま、出られるときはまた鶴見店の方でも鶴見店でいただければと思いますので、はい、またあの東大阪でも来たいと思ってますんで、はい、はい、よろしくお願いしますというわけで、本日お遅くまでありがとうございました、はい、また来週お会いしましょう。お疲れ様です。お疲れ様です。